皆さんこんにちは。声優見習いの早坂七瀬です。今日プレイしていくのはホラーゲームシーンです。それではレッツゴー。死ぬ印と書いてシーンっていうらしくて、もうビジュアルで選びました。ねえねえ、帰りにカラオケ寄ってかない？ギャルだな。ラブ&ヒーローの新曲入る日だしさ。めちゃくちゃスカート短いじゃないですか。うん、今日はそんな気分じゃないかも。あら、さっき気持ち悪い話を聞いちゃってさ。どうしたんだろうね。こんなに髪色を明るくしてさ、学校行けるのかな。ねえ、聞いてくれる？なになに、どんな話なの？聞こうじゃないか、私も。さ、山口っているじゃん。古典のメガネかけた女の先生。あいつ、いなくなったらしいよ。何それ、行方不明とか？うん、急に消えちゃったんだって。図書室でさ。お、なんだ、うわ、びっくりしたーい。音怖っ。図書委員の子から聞いたんだけど、山口、何か調べ物をしてたみたい。で、いつの間にか姿が見えなくなってたの。けど、あいつって真面目じゃん。挨拶もなしに帰ったのはおかしいって、委員の子は思ったわけ。だから、あいつのいた席を見たの。そしたらさ。うわ！腕だ。すごい消しゴムがののになってる。腕だけが残ってたんだって。変なあざがあったって言うし、山口に間違いないよ。あざ？犬に噛まれたみたいなキモいあざ。前、あいつに見せてもらったんだけど、知らないうちにできてたんだって。怖い。めっちゃ爪綺麗だったけど。それってマジ？ミキッチの足にも似たようなあざがあったんだけど。え、ミキってうん、行方不明になってる。なんかヤバくない？それもしかしてさ、例の呪いのあざの噂マジだったりして。やめてよ、気持ち悪い。なんかざっくり説明すると、このタイトルの通り、この世界ではなんか突如体に噛まれたみたいなあざ、印って言われるのが刻まれて、原因不明の死を遂げてしまうという都市伝説的噂が広まってるそうなんですけど、そこに記憶を失った主人公、この人かな、多分が、印を持つ者を保護するという洋館の前に連れられて、で、そこで人形と出会って、そっから死へのカウントダウンが始まってくっていう、ざっくりとした流れらしいんですけど、なんか、謎を解いていって、真理に迫りの、敵と戦いの、突撃のみたいな感じらしいです。よくわかんないけどね。ちょっと全然見てなかった。急ぐとしよう。うざっ、左手がうずく、やめてくれ。うわ、にゃ、結構あれなんですかね、中二病的な主人公なんですかね。てん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 、遠くで空の鳴る音が聞こえる。おお、札幌駅かな。目の前に大きな洋館が立っている。おかしい、さっきまでは確か。お、耳鳴りがして視界がちらつく。なんだっけこれ、迷路。にゃんにゃんした時のような不快感が頭の中を渦巻いている。
今は何時だろう。反射的に左腕を見るが、腕時計はない。ポケット、コートのポケットにしまったか。だが入っていったのは一枚の名刺だけだった。名刺には流麗な文字で名前が書いてある。ほう。九条館主人、心霊治療家、九条さや。へえ、綺麗な名前ですね、九条さやさん。裏には目の前の館の写真が刷られていた。この館は九条館というらしいな。九条館、九条さや。聞いたことがあるような、ないような。言ってないか。確かめてみよう。あら、勇気があるわね。ああ、なるほど。呼ばれ、その九条さやさんに呼ばれて来たわけだ。奇妙な形をしたあざだ。え、このあざついたらやばいんじゃないの。つい、いつの間についたのだろう。それに気のせいだろうか。見ていると得体の知れない寒気を感じる。怖いですね。もう、あいや、もう、なんだ、なんだ、なんだ？何？ちょっと、気持ち悪い声出しちゃったじゃないですか。勢いよく扉を叩いてみたが返事はない。あー。2階の左端の一室に明かりがついた。あ、ほんとだ、明かりついてる。ノックしたからかな？気づいたんですかね？ドアノブを回すと、鍵はかかっていなかった。ここで待っていても仕方ない。館の主人には後で謝ることにして中へ入ることにした。あ、いいんかい。どうもー、正面から不法侵入しまーす。え、怖いんだけど。何？急に怖いじゃん。窓から差し込むかすかな光で周囲がぼんやりと見える。秒針の時を刻む音だけが響き、他に何一つ物音はしない。うん、どうやらここは玄関ホールらしい。まあ、見ればわかるけどね。2階まで吹き抜きになっている構造のようだ。誰かいないのか。声を張り上げてみたが反応はない。防音がしっかりしていて上の階へは聞こえないのだろうか。ならば2階へ向かうしかなさそうだ。正面に階段がぼんやりと見える。そこに向かって広々としたホールを横切る。うん、勇気いるよなこれ中入るの。その時妙な音が聞こえた。音の聞こえた方へ視線を移すと、あら、かわいい、こすろり美少女だ。じっとこちらの方を見ているようだ。選択肢ですね。あら、どれにしようかしら。つゆちゃんと呼んで。無視して2階へ行く。人影に声をかける。人影に近づく。こういう時って近づいた方がいいですよね。積極的にやっぱ行かないと。積極的ホラー実況者なので私は。ごくりと生粒を飲むと、恐る恐る人影の方へ近づいた。生粒で。人影はどうやら少女のようだ。こちらが近づいても微動だつない。気のせいだよか。彼女は呼吸すらしてないように見えた。あら、え、これは主人公の心臓の音かな。スタイ、不吉な想像に背中がじんわりと汗で濡れる。どうすればいい。少女から離れる。少女に触れる。うわ、やっぱり積極的に行くんで触れていこう。うん、いや、実況にならないんだね。やっぱりこうグイグイ行かないと。さあ来い。指先から伝わる少女の感覚はどこか不自然だ。硬く冷たい。え、これいきなりなんかパッてこないよね。大丈夫だよね。腕に力を加えると少女から先ほどの奇妙な音が聞こえた。ギシッと音かな。そこでやっと気づく。これは人形のようだ。うわ、人形の体を動かすと関節がきしんだ。これが音の正体だ。
安心はしたが、どこか拍子抜けした気がする。すごいハイヒールみたいな音するな、この主人公の足音。足元に注意を払いつつ、つまずかないように階段を上り始める。うわー、びっくりした。ちょっとやめて、この音めっちゃ怖いじゃん。ほぼ大音量でイヤホン、あのヘッドホンかで流してるの、めちゃくちゃ怖い。音は頭上から聞こえてくるようだ。さあ行く。どんどん進むよ。サクサク行くからね。見上げると闇の中にうっすらと時計が見えた。あれが原因のようだが、時計に近づく。無視して部屋へ向かう。鳴り止むのを待つ。近づいてみちゃう。なんもないと思うけどね、多分ね。2階へ着くと音を頼りに前へ進む。そこにあったのは古風な振り子時計だ。間違いない、原因はこいつだ。中を調べようと正面のガラス戸に手を伸ばす。な、止まった。え、ごめんなさい。突如に鐘の音が鳴り、鐘の音がやんだ。静けさが戻り、秒針の音だけがホールに響く。おそらく故障が治ったのだと思うが、このタイミング、果たして偶然なのか。どうなんでしょうね。不可解な出来事にしこりを感じつつ、明かりのついた部屋へと向かった。すごいなんか日本語ですよね。しこりを感じつつって言わないですよね、今時ね。部屋の前にたどり着くとドアを叩いた。すごい、この人なんか文才ありそう。だが返事はない。あの、いるのは分かってるんですよ。ちょっと明かりついてたんだね。不法侵入させていただきました。ノックを繰り返し声もかけてみたが、やはり返事はない。ドアに手をかける。入っちゃいます。あれ、え、なんか暗くない？おかしい。外から見た時明かりはついていたはずだ。だよね。え、待って、来ないよね。うわ、待って、何か妙な匂いがする。熟した果実のような甘ったるい香り、それが部屋の中に充満している。アロマテラピーだろうか。それにしては不快な匂いだが、匂いに誘われるようにして部屋の中心へと進んでいく。ああ、鼻詰まってます。今主人公の気持ちを感じようと思って、フローリングの床が濡れている。ふと鼻をくすぐる甘い匂いに別のものが混じっていることに気づく。嗅いだことのある不快で生臭い匂い。これは臭い。あ、待って、今めっちゃ怖いの見えたんだけど。稲光に照らされて一瞬何かが浮かび上がった。足元の床に広がる色鮮やかでグロテスクな光景、そこに奇妙な何かがある。じっと見つめる。目をさらす。じっと見つめる。あまりの異様さに目が離さなかった。屋敷草花出会ったのかな。すっごいことになってますけど、大丈夫ですかこの人。すごい、お腹から花が生えてる。それが女の腹を裂き、赤く濡れた姿をぬらぬらと輝かせている。ぬらぬらと。おぞましさに耐えきれず目をそらす。だがまぶたに焼き付いた地獄絵図は脳裏にちらついたままだ。全身が震え、吐き気がこみ上がる。なに、いたよね今。なんか真ん中に、女の子。笑ってる。微笑まれた。ほくそ笑まれた。気がつくと部屋には明かりが灯っていた。なーじー、いや、それだけではない。黒剣。黒剣。結婚。コケコッコーもね、クソもないんですよ。結婚だけを残し、女の死体が消えている。なぜ？めちゃくちゃ事件じゃないですか、これ。ねえ、名探偵来ますよ、これ。事件を、理解を超えた現象だ。もう、神々。すべては悪い夢だった。そう思えば楽だろう。うんうん、確かに。だが、かすかに残る甘い香りと、血の跡がそれを否定した。怖いなぁ。出てくの？
異様な状況から逃げ出すように部屋を後にした。まあ確かにね、逃げたくもなりますよ、あんなもの見たら。え、明かりついてる。ふらつく足取りでホールへ戻るとここにも明かりがついていた。改めて周囲の様子を観察してみる。ホールを飾る調度品はいずれもアンティークと言っていい年代物だ。古めかしいよ。古めかしい館にはよく似合っている。あ、さっきの人形ちゃんだ。ソファーの一つに大きな人形が座っていた。闇の中で見た人影の正体はこれのようだ。やっぱ人形だったんですね。腕の球体関節さえ見なければ人間としか思えない。これも館の主人のものだろうか。今んところなんか全然チュートリアルって感じですね。さてこれからどうする。警察にでも連絡すべきか。女の腹から花が咲いて死体が霞のように消えてしまった。それが信じてもらえるのならだが。ようこそ。うわー、何？おお、喋った。さっきの子かな。ちょっと真似してみるか。ようこそ九条館へ。似てる？大丈夫？つゆちゃんと呼んで。疲労がハマっちゃってさ。人形が動き喋った。女の死体を見つけた時とは別種の旋律が体を走る。全身を走る。これまでの自分は怪奇現象の傍観者に過ぎなかった。いわば他人事だったが今は違う。人形は自分に向かって語りかけている。驚かせてしまいましたか。そうでしたら申し訳ございません。普段はただの人形のふりをするよう主人に命じられておりましたので。少女は流暢な口調で言葉を紡ぐ。だがその表情は全く動かない。人間に見えるようでもやはり人形だ。うん、なんかすっごい可愛いけどちょっと不気味ですよね。人形はゆっくりとした動作で手を組んだ。動くこともできるのか。ご挨拶が遅れました。私の名はメリーと申します。あなた様も、あなた様が見たであろう異変はすでに察しております。我が主人九条さや様は印から逃れることができなかったのですね。九条さや、あの死体のことか。だが印とは何のことだ。主人であるさや様は印から逃れる方法を調査しておりました。あなた様もその腕の印のことで主人に呼ばれたのではないですか。なんか知ってそうですね、この子ね、メリーちゃん。どうやらこの奇妙なあざが印らしい。自分は九条さやに呼ばれてこの館を訪れたのだろうか。考えようとすると頭が痛む。都市伝説が本当だったってことですね。亡き主人に代わりあなた様へお伝えすることがございますが、その前に一つお尋ねします。あなた様はご自身の名前がわかりますか。何を聞かれるかと思えば、幼児にでも答えられる質問だ。俺の名前はディラン・マッキー。お、なんだ、てん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 、なんだ、不整脈か。この子にドキドキしているのか。この感覚は来い。なぜ答えられない。自らの記憶の空白に愕然とする。なるほど、やはりメリーには心当たりがあるようだった。それを説明する前にまずあなた様のこれからの名前を考えましょう。どうお呼びすればよいかわからないのは不便でございますから。それにあなた様自身も
名なしのままでは不安でございましょう。確かに、確かにメリーの言う通りかもしれない。名を失ったうつろの存在でいるより仮の名でもあった方がマシか。んにゃ。で、あ、ここで主人公の名字を決めてください。名字？名字と名前を決めるのかな。じゃあなんだろう、はや、せっかくだから早坂なんとかにしてみる。男の人だから、早は、あれで、あ、これで選べばいいのか。はっはっはっは。名字は早坂にして、やーさ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 ー、あ、さ、早坂になっちゃう。待って、早坂にしたい。早坂 OK。 絵確定。えい、早坂でよろしいですか。はい、主人公の名前を決めてください。名前はね、七次郎、スパ次郎みたいでいいね。七次郎にしよう。七次郎、ラリルレロ、ロロロロロ、う、あゆ、七次郎。いいね、探偵っぽいわ。はい、早坂七次郎でよろしいですか。はい。うん、ビジュアル変えられるんだ。へえ。メガネ、ヒゲ、メガネなし。もうここは一番渋いメガネヒゲにします。はい。いいですね。渋いですね。早坂七次郎だ。ちょっと面白いな。承知しました、早坂様。では、印についてお伝えすることにいたしましょう。お願いします。その印は、死の刻印。刻まれた者は近いうちに命を落とします。信じられませんか。今まで怪異と無縁の世界に生きてきたあなた様には口頭無形に聞こえるでしょう。しかしそれが事実であることは主人の死が証明しております。にゃ、怖いって。あのおぞましい死体と甘い周期を思い出す。確かに人間技とは思えない現象だ。謎解いていくのかな、この後ね。印の恐ろしさはそれだけではございません。犠牲者は死を迎えるその日まで少しずつ記憶が消され、壊されていきます。尺八。事故の消えゆく恐怖に苛まれながらやがて死を迎えるのです。記憶が壊される。まさか今の自分は。そうです、名前という大切な記憶が失われたのは死に近づいている証。あ、証拠と読んで証と読んでしまった。私が一番中二病だな。早坂様、あなたは本日の夜明けに死を迎えます。シーン、シーン。かっこいいなぁ。ここで一旦チュートリアルが終了って感じか。なるほど、こっから進んでいくわけね。オッケー。うわぁ、なんか難しそうだな、このお話。メリーの宣告を聞いてひどいショックを受けたところまでだ。これも印による記憶障害のせいなのだろうか。気がつくと、うん、あら、眠っていたのかしら。九条館の客室で横になっていた。客室で横になっていたよ、ベイビー。頼りない足取りで階段を上り、ここまで歩いた記憶はなんとなく残っている。いつの間にか眠っていたようだが、おかげで気分はマシになったようだ。花粉でね、もう鼻が詰まりに詰まってるのね。ちょっと鼻声なのはお許しあれ。メリーの宣告を口に出してみる。
ショックを受けたのは確かだが、まだしっかりと実感はできていない。唐突すぎるし、内容も非常識だぜベイビー。だがもし事実だとしたら、自分は夜明けまでただ死を待つしかないのだろうか。うん、メリーに詳しい話を聞こう。まずはそれからだ。メリーさん、メイちゃん、どこだい？メリーは先ほどと同じ場所に同じ姿勢のままでいた。すごい脇汗かいてる。あ、私がね。人間と違い、待つことに退屈したりはしないのだろうか。おはようございます。あら、かわいい。なんか CV あるなら全部言ってほしいな。ご気分は良くなられましたか？良くなった。まあまあだな。最悪だ。最悪だよ、もう。最悪だよ。それも仕方ないでしょうね。さて、少し落ち着かれたようなので、お尋ねしたいことがございます。あなた様はこれからどうしますか？私から提示できる道は2つ。1つは、座して死を待つ道。もう1つは印に抗う道です。もうこんなのね、私に関しては愚問でございます。助かる望みならございますが、主人である九条聖様は印を調査しておりました。死の数日前、あの方はおっしゃったのです。印から逃れる方法があると。くしむらくは詳しいことを聞く前に亡くなられたことでございます。結局わからないのか。夜明けまで時間はあります。天から垂れる雲の糸のようなか細い可能性ではございますが、もしあなた様がそれにかけるならば、私も協力いたしましょう。さて、どういたしますか？私を舐めてもらっちゃ困りますよ。メリーの言葉が正しいなら、自分の命は夜明けとともに終わる。死にたくなければ望みが薄かろうと、その刻限まで印に抗うしかない。お、私と主人公気が合うようですね。メリーの言葉が嘘なら、何事もなく朝を迎えられるはずだ。だが、それでいいのか。よくないですね。非常に、お久しぶりですね。よくないですね。いちごのショートケーキを食べたな。頭のな。私の中の、マロンちゃんが。これは、生と死のかかった。ん？これは、生と死の、選択だ。もう読めないの、やら。慎重に考えなくてはならない。え、なに Live or die? デッドリーチョイス。創作中には死に直面する選択を強いられることがあります。回答には制限時間があり、刻々と霊魂が減っていきます。タイムアップ。5回答で霊魂が尽きるとゲームオーバーとなります。急いで、しかし正しい回答を見つけ出しましょう。霊魂の回復。減少した霊魂はデッドリーチョイスをクリアすると一定値まで回復します。高速表示。 Q を押している間、メッセージが高速で表示されます。ただし、一部のメッセージでは高速表示が行えないこともあります。バックログ W を押すことで、これまでのメッセージを読み返すことができます。オートモード。メッセージ表示中に E を押すことで、自動的にイベントが進行するオートモードが
開始されます。ウィンドウの非表示 X を押すことでメッセージウィンドウを非表示にすることができます。では早坂様にお尋ねします。おとなしく死を待ちますか、それとも印に抗いますか。ああ、なるほど、見くびってもらっちゃ困るぜ。印に抗うでしょう。あ、これで霊魂が減ってるわけね。あ、グッドチョイスってことか。ちょっと楽しくなってきたぞ。こういう要素があるのね、選択系だ。これ間違った選択したらどうなるんだろう。お前の言葉を信じよう。かしこまりました、早坂様。ではこのメリー、主人の電子を継ぎ、あなた様をお助けいたしましょう。不屈？不況？不敬？もうね、私こういうなんかミステリーものはね、マジで苦手だから、これどうなるかわかんないですよ。いや、でもめちゃくちゃいいエンド、トゥルーエンドには持っていきたいとは思ってるけど、なんだい、怖いな。でもなんかこれびっくりさせる系じゃなさそうだから大丈夫そうですね。おや、これも巡り合わせなのでしょうか。あなた様以外の印を刻まれたもの、印人が訪ねてきたようです。印人、メリーにはそれがわかるらしい。喋る人形だけに何か不思議な力があるのかもしれない。あの、早坂様申し訳ありませんが、私の代わりにお客様を迎えていただけますか。私のような人形がお出迎えしたら驚かせてしまうでしょうから。それに腕を動かすくらいならともかく歩くことはできないのです。なるほど。訪問者を迎えるため玄関扉へ向かった。自分と同じく死の運命にもてあそばれる印人、果たしてどんなやつなのだろうか。さあ、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、寄ってらっしゃい、来てらっしゃい。あ、かわいい女子高生だ、ボブだ。女子高生と、あ、めっちゃかわいい初代と小さな男の子だ。まさかこの子供たちが印に。やだなー、なんか九条さや先生に用事があって来たんだけど、おじさん誰？館にいる以上、真正直に赤の他人というわけにもいかない。俺は九条さやの弟子だ、九条さやの親戚だ、九条さやの恋人だ。恋人ですかね。あ、そうなんだ。さや先生って真面目そうだし、ちょっと意外かも。少女は九条職業者でどこでどれ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 ど月刊オーパーツに出した記事のことで相談しに来たんだけど。バッグから取り出したオカルト雑誌を開く。そこには例のあざ、印の写真が記載されていた。記載じゃないか。もうやだ。頑張って。もうね、ダメだよ。でずっと喋ってないとテンション上がんないから頑張って。その横に書いてある内容は、このあざには記憶障害の霊障がございます。あざのある方は一度
苦情感までご相談ください。プタゴリラ。あのさ、そのあざって、これだよね。そう言うと萌えは、もう萌えって呼んでる。あ、誰々しい男。足がよく見えるように、スカートの裾をめくり上げた。やだ、エッチ。あらわになった右足の太ももには印が浮かび上がっていた。記憶障害の霊障って書いてあるけど、心当たりあるんだ。最近ね、物忘れが激しくって、友達の名前がすぐに出てこないの。そんなこと今までなかったんだよ。やっぱこのあざのせいだったりするの？そんなの嘘に決まってますよ。黙った話を聞いていた少年が口を挟んだ。今の時代ね、霊とか呪いとか子供だって信じませんよ。高校生にもなってちょっと恥ずかしいですよね。ん？あの子高校生なのかな？だけどさ、司くん、君だって九条館の館、九条館の前の門の前をうろうろしてたじゃん。左手のあざのこと、本当はビビってるんでしょ。司と呼ばれた少年は不機嫌そうに黙り込む。どうやら図星らしい。かわいい。二人が印人なのは間違いなさそうだ。メリーの元へ案内することにしよう。おーい、メリーを見た萌えが黄色い恋のはしゃぎなす。あ、かわいい。これドールってやつだよね。こんな大きいのもあるんだ。細かいところまでしっかり作られてますね。あ、これは司くんかな。細かいところまでしっかり作られてますね。まるで生きてるみたい。司が感心していると、ようこそ。お、絶対ようこそは喋るんだよね。ようこそ九条館へ。にゃっ、えっ、喋った。びっくりするよね、最初はさ。でもな、私ってこんな子が家にいたらマジで本当にずっとこの子だけを親友として生きてるかもしれない。夢ですよね、喋る人形ってさ。なんかローゼンメイデンとか見ててすごい憧れてたな、小学生の時。落ち着きを取り戻した萌えと司に印のことを説明する。徐々に消えゆく記憶、近いうちに訪れるし。もうなんだ。嘘のような話もメリーという超常的な存在から語られることで重さを持つ。二人の顔は次第に青ざめてきた。さて、お二方、さや様の記事を信じわざわざ九条館を訪れたということは、記憶が失われる症状について心当たりがあるのですね。萌えはもちろんのこと、司も暗い顔をして押し黙ったままだ。つまりはそういうことなのだろう。なあ萌え、一つ確認なんだが、君の印どこでついたんだ？この子たちは自分ほど記憶の欠落はひどくない。何か覚えているかもしれない。もしかするとだけど、私の印って花彦くんの呪いなのかも。花彦くん？聞いたことがございます。この町の子供たちの間で噂になっている幽霊ですね。へえ、あれか、七不思議みたいなもんか。亡き主人も興味を持っておりました。九条さやが興味を持っていたのか、印と関係あるかもしれない。その日、花彦くんの話を聞かせてくれ。承知いたしました。
ペイ坂様。はあ、花彦くんね、花、花子さんみたいなもんか。ねえ、なんだ、怖い怖い怖い。花彦くん。何笑っとんじゃい。あ、古い校舎。怖いですね。ねえ、聞いた？H のあちらこちらの学校で噂になってる例の男の子の幽霊、花彦くん、また出たらしいよ。その花彦くんなんだけどさ、夜学校の鏡を覗くと現れるらしいよ。でね、質問してくるんだって。僕綺麗？その時いいえって答えたら大丈夫なんだけどさ、はいって答えちゃうと。じゃあ赤いのちょうだい。そう言い残して花彦くんは消えちゃうの。それでもね、それで終わりじゃないんだ。花彦くんは大人が嫌いでね、もし質問した人が大人だったら死んじゃうらしいよ。それも変な死に方でさ、体内の血液を抜かれちゃうらしいの。抜かれてたらしいのか。でさ、死体のそばには一輪のバラが残ってたんだってにゃ血に濡れた真っ赤なバラがさ、怖っ。花彦くん、怖っ。思ってたより怖かった。果たして噂とは歪みやすいもの。人から人へ伝達するうちに、伝承するうちに、勘違いや思い込みも混じるでしょう。ですが真実を含んでいることもございます。萌様、ごめん。よし、なになに。家に帰ってお風呂に入るときよ。あら、のび太さんのエッチ。太ももを見たら変なあざがあってさ、マジでびっくりしたし、すぐさや先生の記事にあったあざだって気づいたんだけどね。次は何を聞こうか。そうだね。どうして一応学校に心霊系の記事を目指してて、記者を目指しててさ、記事って言っちゃった。生で幽霊を見たいと思ってたの。H 小学校で花彦くんを見たって投稿をオカルト雑誌で見つけてね。普通の小学校に入るのはまずいけど、 H 小学校ならいいかなって。だってあそこは廃校だもん。次は何を聞こうかって全部聞くんかーい。花彦くん、いなかったと思うよ。実を言うとよくわからないんだ。噂になってる鏡の前までは行ったんだけどさ、急に背筋がゾワッとして怖くなって帰ってきちゃったから。それどうなんですかね、心霊の記者としてどうなんですかね。まあ怖いよね。大体の事情は聞けた。てかもうこれ選択肢にする必要あった。ねえ聞いてるんだけどさ、ねえ私さ、もしかするとですけど。司が自分の左手をチラリと見る。僕のも花彦くんのせいかも。これに気づいたの T 小学校から家に帰った後だったから。花彦くんって H 市のいろんな小学校で目撃されてるんですよね。萌えの噛むとさ、このね、この外国人に逃げる癖やめた方がいいよね。司からも話を聞こう。これ結局全部聞くんですよ。ねえ、もうこれも何でもできるよ。時間はいつものだ。確か日は沈んでましたっけ。知らんがな。家に帰る途中忘れ物に気づいて学校へ戻った時です。次は何を聞こうか。はい、 T 小学校、僕の通ってる学校です。 H で一番偏差値の高い学校です、小学校ですし、当然知ってますよね。なんかちょっと鼻につくね、この小学生。顔が可愛いから許す。次は何を聞こうか。花彦くんは見たのか。それは見てないです。
特に寒気とかも感じませんでしたし。あ、でも鏡の前は通ったかもしれません。家に帰る前トイレに寄ったから。司から聞ける話はこんなものだろう。花彦君の噂と二人の話にはいくつか共通する点がある。偶然の一致とは考えにくいが。なるほど。花彦君の現れた場所を調べてみる必要がありますね。あなた様だけではなく、お二方のためにも。調べると言っても、何を調べろと言うんだ。にゃ。生と死は、生と死とは同じ場所にあるもの。もし、そこで印が生まれたのだとすれば、それを消す術もそこにあるはず。探し出してください。印の呪いを消滅させるための鍵を。逃れる術はそれしかありません。逃れる術はって言っちゃった。いつの間にか大層な重荷を背負わされているようだ。さて、花彦君は H 小学校と T 小学校2カ所に現れたようですが、どちらを調べましょうか。あ、なるほど。でもさっきの話を聞くに、廃校の方が濃厚なんじゃないですか。なんかだって寒気を感じたってことは絶対そう。もうなん死の子の言わずに行く。そりゃそうだよね。普通の小学校に忍び込むなんて逮捕されちゃうもん。あ、そっか。こちらは住所と仕事どころか本当の名前すらわからない中年男だ。もし捕まったら言い訳できるわけがない。言い訳できる自信がない。僕の妹がこんなに可愛いわけがない。じゃあ早速行こっか。よろしくね。可愛い。ちょっとこの子超可愛いやん。萌え。そりゃそうだよ。私花彦くんを見るの諦めたわけじゃないし。萌えがニコリと笑う。単に感楽的なのか、それとも強がっているのか。僕も行きます。おいおい、君まで本気か。だって自分の命がかかってるんですよ。おじさんが失敗したせいで僕が死ぬなんて嫌ですから。可愛い顔をしてなかなか言うもんだ。なが子供を連れて行くのは。早坂様、その躊躇は理解できます。ですが、印は子供であろうと容赦なく牙を剥き命を奪うでしょう。彼らが印に抗うことというのなら、その意思は尊重すべき。尊重チャリルブチョ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 ブ。異変の住まう世界では人の世の常識は通じないらしい。生き残るためにはいろいろと腹をくくる必要がありそうだ。だが連れて行く印人は一人だけにしておいてください。大勢で行くと怪異に気づかれる可能性怪異に気づかれる危険性が増しますから。あ、そういうことを気づかれずに調べるのね。あと道中はくれぐれも道草を食わないようにお願いします。外の人間と不要な接触は印の進行を早める可能性がありますので、やむを得ない場合を除き最低限に控えてくださいまし。行ってらっしゃいませ。それでは行ってらっしゃいませ。最後しか似てないわ。これはね、どうなんですかね、え、声優志望として、志望じゃないか、声優見習いとして。キープする、頑張る、ここは頑張る。最後まで貫き通します。この言葉すら出やしないよ。同行者の選択、まずは同行者となる印人を選択しましょう。印人の選択は、あ、これね。わかりました。はいよ。そうだおじさん、メリーちゃんから聞いた話、ちゃんとメモした方がいいんじゃない？ちょっと待って、おじさんの記憶は怪しいって話だし、忘れちゃったら大変だよ。
確かに。またいつ記憶が飛ぶかわからない。会議に関する情報はメモしてファイルにまとめておこう。それがいつか自分たちの命を救ってくれるかもしれない。あー、そういうことね。このファイルっていうかメモが鍵になってくるんだ。花彦くんの噂他を追加しました。会議ファイル。会議に関する重要な情報は会議ファイルに追加されます。会議ファイルはバグから確認できます。これどこのキーだろう。ブまあいいか、わかるか。困った時は参考にしましょう。ゲームのセーブとロード。セーブができるんですね。わあ、やっとだよ。館と会議スポットではセーブが行います。館に戻ってくるとセーブができるんだ。セーブデータをロードした場合はのメニューからタイトル画面へ戻り、続きからを選べばと。これからこれで、すごい。肉体10、知能10、霊力9、器用11。これ高いのか。これが会議ファイル。オッケー。印。はい。キャンセル。これ戻るのどうすればいいんだ。ページの切り替え。キャンセル。これで戻るのね。オッケー。で、これが。しるし人ファイル。渡辺舞。吉田司っていうの。で、これが。ペーパーナイフ。コマンドでナイフを刺す。これコマンド方式の戦いなの。なるほど。できるかな。やばそう。そんなことはない。私は何でもできる。不可能という2文字はないんです、私の。はい、OK ですね。これしかないの。ペーパーナイフしか今んとこないわけだ。なるほど。戻る。これどこで、これでも飲むの。これでよろしくお願いいたします。始まっちゃった。連れて行く印人は、萌え様と司様どちらかのみでお願いします。大勢で行くと会議に気づかれる可能性が増しますから。あと道中は道草を食わぬように。これさっきやってたやつだ。なるほど、了解しました。これでどちらかを選ぶわけね。ここはちょっとなんか神殿にいろいろ詳しそうなので、オカルト好きの少女渡辺萌ちゃんと一緒に行こうかな。なんか小学生なんかちょっと怖いですからね、やっぱり。なんか萌ちゃんと早坂さんが一緒に歩くのもやばいと思うんですけどね。とりあえず行きましょうか。はい。ですよね。ちょっとさ、ウソ、さっきさやってた私の声ちょっと似てない？なんと奇跡、実績ロックを解除。やったね。それじゃ行くか。ネクスト。さて、H 小学校へ向かう方法だが。メリーが言うにはガレージにある車を好きに使っていいらしい。めちゃくちゃおしゃれ。なんかいきなりアメリカンになったね。九条館のガレージは館の離れにあった。おー、シャレオツな空間にはそれとよく似合う高そうな乗用車や自転車が並んでいる。幸い車のキーはテーブルの上に無造作に置いてあった。早速出発しよう。さ、メリーちゃんの話だとおじさんって記憶をたくさん失ってるんだよね。そんな状況
そんな状態で車を運転できるの？萌が疑わしい眼差しをこちらへ向けている。大丈夫、問題ないはずだ。ハンドルを握っていればそのうち思い出す。怖っ。半分は自分に言い聞かせていた。それにさ、免許も持ってないよね。おまわりさんに見つかったら花彦くん調査どころじゃないけど。もっともな話だ。だが命がかかっている以上、手段を選んではいられない。うん、もうどうにも止められない、やめられない、止まらない、ガッパエビセンということだ。ちゃんと免許を取ってから取ってたらだがな。うわ、すっごく不安になってきた。くれぐれも安全運転でよろしくね。九条館、おお、なるほど、行きましょう。うー、進んできましたね。話がワクワクが止まらないぜ。事故にご注意。お、これはまずいですね。人の体というのはよくできている。本当に運転できるのか、ガレージでは少々不安だったが、実際にこうしてハンドルを握ってみると、もはや不安の入り込む余地はない。考えるより早く体が機敏に反応して、この鉄の塊を見事に操っていく。だがそうなると今度はやることのなくなった考えの方がもたげ始める。鎌首。ねえおじさんさ、こちらの沈黙に耐えかねたように萌が口を開いた。さっきまでの元気もどこかに行ってしまったようだ。記憶が消えていくってどんな感じ？あ、答えたくないのかな。答えに困る質問だ。どんな感じとは？全部一気に消えるの？それともバラバラに？悲しい思い出だけ残るとかだと嫌だと思って。そういうわけではないと思うが、進んでいるのか後退しているのか元の状況がわからないのだ。何も何とも比べようがない。そういう意味では消えるというより空白で塗りつぶされた、そんな感じだ。そっか、気まず。おじさん大人だね。いつも落ち着いてるし。会話が途切れ、地面を舐めるタイヤの音だけが車内を満たした。気まずいな。なんかジョークとか言えないの？この七瀬さんはさ、七瀬さんじゃないや、なんだっけ、名前忘れてた。七次郎だ。その後は何を調べればいいんだろう。わかる？おじさん。萌はちらりとこちらを見た。さあな、自分の名前すら思い出せない男にそんなことを聞くのが間違っている。頼むってば。おじさんが頼りなんだからさ。何とでも言ってくれ。相手は子供だ。さすがに言葉にしなかったが、それが本心だった。ハンドルに乗せた両手の間にじっと目を落とす。いえ、館の人形、印人、印、怪異に。すごいな、これ蜷川美香さんみたいな作品みたいな。蜷川だっけ、蜷川だっけ。そして怪異なし、次々と湧き上がってくる思想、念、思念に押しつぶされそうだ。暗い道の先に何が残っているのか。ハンドルの上で警告するかのように手首が小刻みに震えている。あちまには分からなくても肉体は遠くに感づいているのだ。死に近づいている。
そっか、夜明けまでにいろいろやんないと死んじゃうから急がないといけないわけね。あとどれくらい？あ、危うく声を上げそうになって。待って、なんか来るってこと？多分もうすぐ。あれ？思ったより近くない？ああ、そう、その通りだ。だってそれは思ったより近くにあるものさ。お前どういうこと？ついに潜入ですね、H 小学校。廃校って怖いよね、絶対。月明かりに浮かび上がった校舎は不気味な佇まいを見せている。廃校となってからすぐに数年が経過したらしく、校舎の壁のあちこちがひび割れ、ガラス窓もすっかり割れてしまっているようだ。校門の前には関係者以外の立ち入り禁止を禁じるための太い鎖が張られている。ちょっとちょっと。あ、誰？あ、Pだ、Pー。元気のいい声とともに現れたのは警備員の制服を着た男だった。どうやら巡回中の警備員に見つかってしまったようだ。何してんの？早いよ、見つかるの。ここは市が管理してる場所だから立ち入り禁止なんだ、知ってるでしょ。それとも怖っ、顔怖い。いきなり近所ん、最近よく心霊スポットで肝試しをする連中がいるんだけど、あんたらもそうなわけ？違うよね。いや違う、その通りだ。ここか、心霊スポット？ちょっととぼけてみようか。まあね。お、ほら、優しくなった。合ってるんですね。これが、名探偵の力。横にいた萌もうなずいた。まあ、結構有名だもんね。警備員はため息をついた。とにかく、この学校は立ち入り禁止だから、誰も入れないよ。着任担当は、面倒事は真っ平だし。早くここから立ち去ってくる。いいね。いいね。かぶせていく。警備員はブツブツ言いながら廃校の中に入っていった。その姿を見送りながら、萌がつぶやいた。廃校ナウ！ツイッターでつぶやいたんではない。なるほど。前に忍び込んだ時は、警備員なんていなかったのにな。見つからないようにしないとね。悪い子ですね。会員スポットでの移動。会員スポットでは上、左下、右で移動できます。地図で自分の向きと移動できる場所を確認しながら前へ進みましょう。あ、こっからは、なるほど。移動していくんですね。キーボードで。正面突破しちゃう？両開きの扉を押し開くと、昇降口にいた。うわ、暗っ。これじゃ何にも見えないし。屋内では月明かりも届かない。さすがに懐中電灯を使うしかなさそうだ。ライトなんか使ったら警備員に見つかっちゃいそうだけど、まあ仕方ないか。ちなみにあの鏡は、確か向かって右の方にあったはず。階段にあったと思う。会議スポットの調査。マウスを操作すると、今いる場所の調査を開始します。調査中に調べたい場所に光を合わせ、A を押すとその場所を調べます。調査中に S を押すと調査を終了します。調査中に、上、左、下、右を操作した場合は、男怖くない？調査を終了して移動します。あ、なるほど。S を押さなくても、これを押すことによって、終了できるわけね。OK。とりあえず進むか。右の通路を進んだ。怖い！あれ？廊下に足を踏み入れると、小さな影が足元を横切った。ライトで照らしてみると、それは。うさちゃんだ！かわいい！
学校で飼ってたのかな。あ、これウサギの鳴き声だったんだ。黒いウサギは、一声鳴くとそのまま背を向けて走り出し、校舎の東側へと駆けていった。待て待てー、行っちゃった。こっちに来いって言ってるのかな。なんてわけないか。会議ファイルに新しい情報を追加した。黒いウサギ、おー、なんかありそうですね。照らしてみる。お、すごい。なるほど。何もない。了解。扉を開き、右の部屋に入った。あ、ここでいろいろ調査していくわけだ。これは？お、放置された机だ。あ、待って、選択肢だ。探る、道具、終了、見る。探る。机の向きをずらし、物入れの中を探ってみた。穴あき防災頭巾を手に入れた。やった。役に立つとは思えないけど、今のは萌えか。これどういうこと。めちゃくちゃ虫食いみたいになってる。はあはあ、だいぶホコリが溜まっているのか、歩いた衝動だけ、振動だけでホコリが天井から落ちてきた。え、これでいいの。あとはナイト。オッケー。よいしょ。ん？戻る。バック。ん？あ、バックじゃない。バックじゃない。記録。はいはいはい。メモ。花彦君。これってもうどうやんだろう。あ、2年教室を出た。あ、2年の教室なんですね。なるほど。これは、こっちも、あ、こう行って、で、下も行けるのか。あれ？あ、こっちか。おにゃにゃ？あ、こうですね。2年の教室を出て、で、こっちだ。右の部屋に入る。あ、これ右の部屋じゃないのか。いたりきたりしてるよ。こっち下降りて行く。で、こっちにも行けるのかな。お、注意と連絡。落とし物をした人は注意と連絡。注意や連絡事項の書かれたプリントだ。道具終了。探る。ちぎれたプリントをめくってみたが、特に何も見つからなかった。なるほど。ち、何もないね。みたいだな。うん、分かった。じゃあ終了して、ねえ、音怖いんだけど、こっち行ってみよっか。昇降口を出て校門に行った。あ、校門に行っちゃうわけね。あ、なるほど。いいえ。入って、こっち行ってみようか、次。左の通路を進んだ。で、こっちに入れると。鍵がかかっているようだ。あ、なるほど。ここで鍵を見つけてかなきゃいけないわけね。あれ、なんかあるよ。うん。え、違うの。床は濡れたか、窓から雨が入ってくるため冷たく湿っている。なんもないな。お、あ、鍵がかかっているね。なるほど。オッケーオッケーオッケー。とりあえず進む。前に進んだ。で、こっちは？あ、こっちは入れるんだ。あ、なんか穴からあるよ。壁には穴が開いている。うん。
見る。穴の奥には何かが詰まっているのが見える。壁には穴が開いている。探る。奥まで届かなかった。じゃあなんか棒的なもの探すのかな。うん、黒板には意味のない落書きが書かれている。意味がないの。放置された机だ。探る。中を探ってみた。ペットボトルを手に入れた。何のためのペットボトルの中には何も入っていない。まあ役に立つかも。あとは何にもないですよね。あ、ここもあるよ。あ、同じか。ダメかな。あー、ダメだね。戻って、戻って、一旦戻って、前へ進んで、こっち行ってみる？あ、鍵かかってる。なんか、めちゃくちゃ鍵かかってないですと。そっか。あれ？まだなんかあったよね。割れた窓からは身を削るよう、身を切るような、冷たく鋭い風が入り込んでくる。進んでいくか。入れない。うわ、なんだ怖っ。さてさて、ここには。お、防火扉がある。見る。防火扉は、あちこち塗装が剥げており、そこからサビが浮いているのが見える。防火扉。探ってみる。お、調査を諦めて戸を閉めようとすると、戸の裏側に何かが貼り付いているのを見つけた。ボロボロのお札。こわ。ボロボロのお札を手に取ると、温かな何かが流れ込んできた。お、霊魂を入手した。やった。やった。霊魂を入手した。ボロボロのお札は手の中で静かに崩れてしまった。ボロボロのお札を見つけると霊魂が入手できます。なるほど。霊魂が多いほどデッドリーチョイスを有利に進めることができます。あー、すごい嬉しい。ありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます。あべ、心臓であります。あ、2階に来たわけだ。なんか落ちてる。落ちてるわけじゃないんですね。なるほど。行くか。2階行くか。左から攻めていく感じね。階段を上って2階へ出ると、何？やだ。何か柔らかいものを潰した感覚が。待って、怖い。慌てた足を引きライトを向けると、ヘビ？廊下は毒蛇の群れで覆い尽くされていた。それを目にした萌が悲鳴に近いような声を上げる。階段踊り場へと引き返すことにした。なるほど。だから1階を攻略しないとまだ2階は上がれませんよと。そんなことはさせませんよということですね。なるほど。すごい挑戦されている私は。とりあえず右を攻めたい。なんか今さ、喋り声聞こえたよね。大丈夫？あ、ここ入れるんだっけ。右進んで、とりあえず前に進んで鍵を手に入れたい。うわー、やめてよね、怖いよ。バカじゃないの、本当にやめてよもう。あ、待って。ここだよ。前はこの鏡の前まで来たの間違いないって。なるほど。すごい、今私マイクから
ていうか PC から遠ざかってるからすごい声が遠いと思うんですけど、ごめんなさい、怖いんです。その時じっくり、じっくりと手首に、重い痛みがした、まるで肉に食い込むような痛みだ。痛みから意識をそらすように萌との会話を続ける。怖い。見た限りは普通だな。どうしよっか。探る終了、見る、探ってみる。お、近づいた。正面に立ち、そのネズミ色の鏡を黙って指で払ってみた。やはり何もはっきりとは見えない。自分の影がぼんやりとした黒い塊となって映り込むだけだ。鏡の中で自分の影が揺れ動いた。最初はそう思った。動いたから影も動いたのだった。え、だが次に影が動いた時、冷たいものが背中を走り抜けた。これは自分の影ではない。何かが鏡の中にいる。お、あ、萌が声にならない悲鳴を上げ後ずさった。これは幻覚などではなく、確かにそこに存在しているらしい。筋肉が硬直し、視線を切ろうにもまぶたを閉じることすらできない。金縛りですね。見たくない。だが目を閉じることすらできない。それが口を開く。異様な声が来た。デッドリジュースでは、で、僕綺麗。来た。さあ来い。行くよ行くよ行くよ。せーの、いえ、待って、大人が答えちゃったよ。グッドでいいの？やばくない？これ大人が答えちゃったらさ、赤いのがあればなのに。なんかよく見えないけど、もしかしておじさんなの？やばい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 。まだ20代まだ20代まだ20代。え？バッド。やばいやばい。ビビってないからね。やばいよ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 。出川で恐怖心を消していく。やばいよやばいよ。あとにはただやばい、喉が、待って、少し前に戻ってセーブして、でここでちょっとセーブしよっか。待って、調べるっていうか、記録じゃない、メモじゃない、バッグ行って、でちょっと、なんだっけ、どうやってやるんだっけ。あー違う違う、これコマンドってどうやるんだろう。違くて、保存したいんだけど、セーブってどうやるんだっけ。あれ、セーブってどうやるんだっけな。エンドじゃなくて、あれ、セーブってどうやるんだっけ。 Q だっけ、 W だっけ。あ、これでいろいろ見れるのか。あ、考察を考えていくわけね。ここまでの選択は良かったんだよ。
いいえって答えた方が良かったわけね。で、赤いのがあれば何のに、なんかよく見えないけど、でおじさんだった場合、大人が嫌いなのね、花彦くんは。だからクラスで一番背が高いって言えば良かったんだ。そういう年かもしれないって言ったら肯定することになるからね。オッケー。で、そこは分かったんだけど、違うんだよ。セーブしたいな。館に戻るとセーブができるのね。でもどうやって、まあいっか、もう一回やるか。じゃあもう一回行くか。多分ここで攻略できたら鍵をもらえる気がする。探る。よっしゃ来いやー、よっしゃ来いやー、花彦ー、花彦ー。7度いきまーす。よっしゃ来い。もうね、君の攻略は全て分かっているんだ。かかってきなさい。いやー、でもちょっと怖いな、この顔。怖い。僕綺麗。さあ来い。行くよ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 。はい、行きます行きます行きます。いいえ、さあ来い。いやー、素晴らしいタイムでいい。グッドを出していく。あー、ちょっとやばい。頑張れ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 。赤いのがあればなのに、なんかよく見えないけど、もしかしておじさんなの？ここで、はい、まだ20代クラスで一番高い、そういう年かもしれないということから、クラスで一番背が高いという答えを出して、グッチ。素晴らしい。え、待って、もう終わり？終わりだよね。よし、学校には大きい人は来ちゃいけないんだ。突然鏡にひびが入った。割れちゃった。これじゃ見れないや。もう大きいは来ちゃダメなのに。怖い。怖かった。でもね、これでね、多分何かがもらえると思うな。よし。その時、校舎の反対側の方から絶叫がこだました。お、萌は床にひたり込んだ。目にしたものが信じられないのか、しばらく荒い呼吸を繰り返していた。多分あれが花彦くんだろう。そう続けたかったが、言葉は出ない。口の中がカラカラに乾いている。信じられない。そりゃ見たいって思ってたけど、あんなにはっきり見えるなんて。我に返ったのか、萌はいつもの調子を取り戻したようだ。頭の中で花彦くんの言葉が渦巻いている。ほんの少し前までとは状況が正反対になってしまった。何を調べればいいのかわからないと嘆いていたはずなのに。あっ、それよりさっきの悲鳴、あれって外で会った警備員か。他に誰かがいるとは考えにくい。彼もどこかで何かを見たのかもしれない。声はずっと遠く、廊下の向こうから聞こえてきた。いるとすれば校舎の反対側だろうか。うん、探しに行ってみよう。でもあんな悲鳴を上げるなんて。何かあったのかもしれない。そう、萌の声にうなずいた時、耳のすぐ近くで誰かのささやきが聞こえた。赤き者を見て清めよ。声のした方を見る。だがそこには闇が広がっているだけだった。うん、おじさん。いや、なんでもない。行こう。なるほど。で、警備員のいる、鏡の花彦くんを追加した。なるほど。で、
警備員のいる方に行くわけだ。あ、階段登った。ダメだ。ここはダメだね。行けないわけね。はい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 。東側左の、校舎に向かいます。左の校舎ってこっちだよね。うわー、何？いや！いや！いやー！すいません、ヘッドホンをしている方は本当にデシベル注意です。静寂を破るように鳥の声が響いた。校舎の外にカラスでもいるのだろうか。とりあえず行こうか。よし。うわ、怖いな、これ怖いよ。よし、行くよ。前に進んだ。はいはい、進みます。こっちは鍵、あれ入れるのか。あ、あれか、これ穴の部屋だ。うん、穴の部屋。戻るよ。戻って、とりあえず左に進んでったら多分警備員に会うと思うから。なんだい、扉に何かがぶつかるような音がした。やめてやめて。誰か中にいる。こっち、弾けるようにドアが開き、何かが視界に飛び込んできた。めっちゃ怖い。萌を悲鳴を上げて垂れ込んだ。見覚えのある AFH 袋の顔の半分は植物のようなものに蝕まれている。ああ、自分の呼吸音だけがその場に取り残された。こーわ、いきなり驚かしてくるじゃん。しばらく息を整えてから萌の手を取り引き起こした。少しは落ち着いたが、まだ視線の定まらない印象だ。しかしここには恐ろしい何かがいる。座り込んでいるわけにもいかない。腰が抜けるかと思った。平気、もう大丈夫。でもおじさん、今の人も。萌は職員室のドアを見つめた。あいつにやられたのかな。そういえばさっきあの人の後ろに誰か立ってたような気も。聞かれても黙り込むより他になかったし、それがそのまま答えているようなものだった。他に何が考えられるというのか。しかしこうして震えているだけではここに来た意味がない。向こうから来る前にこちらが秘密にたどり着かなければ。職員室の中を調べよう。萌の問いに答える代わりにそう言い切った。警備員はこの扉から飛び出してきた。中に何かあるかもしれない。花彦君の秘密に関わる何かが。そうだね、気をつけていこう。萌に気づかれないよう手首に手のひらを当てる。にゃ、職員室の、戸口に手をかけた時から鼓動に合わせあの印が焼けるように熱くなっていた。火炎に近づくと、印が熱くなる仕様になっているんですね。行くか。左の部屋に入った。あれ？職員室じゃない。あ、これか、職員室。特に備品らしいものはなく、壁にはぼやでもあったのだろうか。一面に黒ずんだ跡が広がっている。背中に隠れるようにしていた萌が、安堵のため息をついた。ガラーンって感じだね。
とにかく調べてみよう。うん、調べます。あれ、向こうにもドアがある。別の部屋に繋がっているみたいだね。うん、跡がついた柱を調査していると、柱の上部から何かが落ちてきた。ボロボロの札。お、やった、ベーコンゲット、ヤッホー。鍵が欲しいんだけどな。とりあえず中入ってみるか。もう音にビビってっちゃって、これはもう狭いね。物置かなみたいだな。役に立つものがあればいいが。さあ調べましょう。ん？床に扉が切られている。収納スペースでもあるのだろうか。探ってみようか。取っ手の金属は収納式だが、掴もうとしてもうまく引き起こせない。見てみる？なるほど。あ、なんかある。どうやら職教育日誌のようだ。紙の劣化と虫に食われて読める状況にない。そうなのね。ねえ、なんか笑ってんだけど。こっち見てみようか。あ、上もあるよ。うん。え、何何？口紅、赤のボールペン、女子の上履きを手に入れた。わかんない。さすがおじさん、背高いもんね。え、これどうすればいいの？これ開けたいよね、だってね。なんか道具探してみる。あ、これじゃない。ペットボトル。それぐらいと空のペットボトル、床にね、よくさえしもないかに、ね、何か入れる。私のものは人に短くなっている。赤いボールペン、可愛らしいキャラクター、インコーク。インコーク、インキュリートなんだ。分かんない。ここはまあいいか。出ます？出るか。職員準備室を出た。扉を開き右の部屋に入った。あれ、こうじゃん。戻る？戻って、じゃあ、こっちに、あ、なんだ。あ、そう。来た道をとりあえず引き返さないよ。前へ進むんだよ。なんか、このゲームあれですよね。絵が綺麗でね。すっごい綺麗ですよね。なんかキャラクターも、凝ってるし。あ、なんかあった。非常警報装置。非常警報装置。お札しか見つからねえんだけど。お札しか見つからないんだけど。レイコンを手に入れた。あー、まあレイコンはね、いくらあってもいいですから。わ、なんだ？あ、これは見たよね。とか、ちょっとどうしようかな。進んでみる？昇降口行ってみる？むしろ昇降口行って、
あの人をちょっと見てみる？もういないかな。あら、もういないね。そっか、じゃあ職員室を探しつつ、右？どうしよっかな。左って多分入れる部屋が増えているから、増えていると思うんだよね。さっきなんかイベントみたいなのあったし、だから鍵をとりあえず見つけて行きたいから、あ、やった、オフだオフだボロボロの札を手に取ると、温かな何かが流れ込んできた。レイコンか、レイコン絶対的レイコン。もう調べらんないのかな。ここも何もないもんね。とりあえず戻って、さっきの職員室に行きたいと思います。職員室に行って、あれ、ここ職員室だっけ、だね、行って、でちょっと調べられるところをなんか道具いろいろ使って調べていきたいと思います。よし、でこことかを道具使えるなら、あ、使えるところか、使えるところは使っていきたいな。あ、使えそう。なんだろう、上履き、ペットボトル、かぶってみるわかんないよね。そうだよね、ここじゃないよね、ここじゃないよね、もうわかってるんだよね。あー、これでもない。こう無差別にね、使っていくスタイル。これはもういいか。じゃあここかな。ボールペン使ってみる。できないね。なんだろう、わかんない。ナイフも使わなかったもんね、さっきね。ここもないか。じゃ、とりあえず、出るか。出て、先進んで、先進みの、いろいろアイテム使って、行きます。いろいろアイテムを使うよ。はい。からの、これはなんだっけ。階段を登った。あ、階段登れないんだってば。何してんの、何してんの、私。散らばっている。あ、なんかあそこ光ってる。あ、下ったのね。何なんだろうなぁ。あれ、なんか、あれ、マジで分からん、どうしよう。さっきの職員室だよね、これね。あ、職員室ではないか。あれ、またここに来ちゃってる。待って、マジで分からん。とりあえず鍵を手に入れなきゃいけないから、どうすればいいんだろう。ちょっとメモを見てみます。黒いウサギ、我々の前に突如現れた謎の黒いウサギ、馬鹿げているが、これだけ立て続けに怪事に遭遇すると、少しばかり場違いなウサギが現れようがどうということはない。だが恐怖に、麻痺していくこの感覚こそ危険かもしれない。ともかくまずは鏡を探さなくては。鏡を探さなくては、あ、そう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 、聞き覚えのある声だった、しかし何だよって悲鳴にして、これ怖いよね、顔ね。でもよく見るとちょっと可愛いかもしれない。なんかに似てるよね。なんか、マイクラとか出てきそう。ならば、やはり花彦くんが、だとすれば、職員室の中には、段が進まねば。あ、段が進まねばって言った？
ってことは職員室の奥を進んでって だからやっぱりあそこになんかあるんだよ。うん、やっぱ職員室の奥を探していかなきゃいけないんだよ多分。とりあえず入って、でもここで何かを見つけ出すっていうのはこれどうすればいいんだろう。なんかあったかな。見たいけど読める状態にないわけでしょ。これ謎解きがやばいな。頭の回転が取られる。頭の回転の遅さにはちょっと定評がある速さかなんですけども、マジでわからない、マジでわからない、やばい、やばすぎる。めぼしいものないなら光るな。まったく、もう、探る、なんかあれかな、こう引くための何かを見つけ出さなきゃいけないのかな。マジでわからないんだけど、これわかる人いたらコメントくださいっていうのは、これは反則っていうことですね。それは分かってますけどね。うん、分かってますよ。やりませんよそんなこと。いたよね今ね、確実にね、ここにね。怖い、ちょくちょく怖がらせてくる。ゾクゾクしてきたぜ。待って、これどうしよっかな。これ戻って、あれ階段登っちゃった。じゃあもう右側探しに行きますわ。うん、右側行くわ私。入ってない部屋あったかな。全部入ったよね。あ、やば、間違えちゃった。でこっち、あ、待って、ここ探しね、ここさ調査してなくない？調査してないよね。証拠口ちょっと調査してみます。隊長、調査してみたいであります。安倍晋三であります。なんかないかな、なんかない。あ、待って、プリントだ。で、多分道具使ってボールペンで書く。それを見ていた萌はギョッとしたような顔をした。ちょっとおじさん、変なことはしないでよね。あ、そういうこと。あれは半分ちぎれた表示物、一番上には落とし物をした人はと大きな文字で印刷されている。サプール、そっと、張り紙に触れてみた。髪は風化しており、指先で砕けた三階が埃となって散った。その他に変わったところはない。にゃ、とりあえず全部使ってみる。だよね。あ、口紅。取り出してみたものの使い方浮かばない。はい。防災頭巾、かぶる。ここも絶対違うね。わかりません。プリント、わかんないな。あ、なんか上あるよ。あ、ここあれか、割れてしまっている。下駄箱の前には敷かれてる、すのこか、すのこが敷かれているが壊れてしまっており、踏むとぎしりと音がした。まあ、じゃあとりあえず
進んで、校舎を探索。こっち側行ってみた方がいいもんね。右側を行って、部屋をとりあえず全部調べよう。右の部屋に入る。で、なんもないよね。わかった。出る。ちょっと前に進んでみたいと思います。鍵がかかっているよ。この部屋か、鍵がかかってるの。この部屋か。ないと。ねえ、足音。足音やめい。で、いや、校舎狭いな。こっちに何か、光ったよね、今ね。あれ？あれね？錆びついて動かない。上は上がれないわけだから。本当に何もないんだけど。どうすればいいんだろう。階段登れないっては。あ、そっか、ここでいいのか。ここで調べられるのかな。ひび割れた、鏡だ。それはよく見えない。柔らかな、柔らかいものならば切れる。上向き、口紅。口紅使ってみる？お！ええやん。特に変化はなかった。赤いものじゃない？赤いものを、赤のボールペン。変化ないんかい。女子の上向き、どうだ？変化ないんかい。ナイフで自分の腕を切って血を見せて、あ、ダメか。ちょっとサイコパス出ちゃいました。失礼しました。穴開き防災デッキ、ペットボトル。何にもないな。口紅じゃないの？違うの？違うのか。そっか。ちょっと一旦置いといて。ここは？階段を登った。階段は登れないじゃないんだよ。登れないよね。そうだよね。いや、おっと。なんなんだろう。赤いのを見せなきゃいけないから。いや、ここちょっと頑張ってみたいな。ひび割れた鏡だ。汚れとひびで自分の姿すらよく見えない。ペットボトルで、違う？探る。ひびを指でなぞってみる。その姿、様子を萌は少し不安そうに見守っていたが、特に何も異変は起きなかった。見る！にゃ！なんか書いてみる？ボールペン。ないね。なんだろう。降りるかした。わかんないな。鍵だよね。鍵がかかっているようだね。マジでわからん。適当に進んでったらなんか起きるのかな。いやー、そんなことはないはずだ。さあ、そろそろなんか見つけたいなあ。ここ、とりあえず入ってみるか。音がいちいち怖いんじゃよ。怖いんじゃよ。なんか絶対この、なんか中には絶対なんかあると思うんですよ。ここじゃないかな。この下もね、気になるんですよね。じっとりとした木製の CD だなと。いいはー！出ました。薄すぎ。薄すぎ濃すぎ。
小杉見る。あ、待って、よく見ると引き戸にはネジ穴に差し込むだけのごく単純な鍵がついていた形跡がある。鍵そのものは紛失したらしく、どこにも見当たらないが、なんだこれは。ネジ穴に何かが詰め込まれていた。なんかこれ動いたんじゃないですか。ちょっと進歩進歩。木製のそれが鍵の代わりをしているようだ。戸棚を開けるためにはこれを何とかしないといけないだろう。え、道具になんかあんのかな。なんかできそうじゃないですか。なんか詰められてるから、ナイフは使えなかったんだよね。ボールペンとか使ってみる。可愛らしいキャラクターのイラストが描かれている赤いボールペン。キャップはなくなっているがインクは乾いておらず、使用できる。ボールペンで描く。うん、口紅、うーん、じゃないよね。ペットボトルも違うと思うから、ペーパーナイフ。持ち手に美しい女性の顔が彫刻されている。うん、鋭利な刃付けはされていないが、柔らかいものならば切れる。うん、これやってみる。赤のボールペンを取り出した。芯を使えばネジ穴に詰まったものを押し出せるかもしれない。これはすごい。これはすごいです。絆愛です。皆さんこんにちは。似てない、ちょっとちょっと似て、ちょっとだけね、ちょっとだけだからね、ちょっとだけって言ったからね。私てん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 、そんなに意外だろうか。ともかく作業に集中すると、にょっにょって言っちゃった。不意に手応えが消え、芯が向こう側へ突き抜け、扉へ手をかけると、それは何の抵抗もなく横へと滑った。マジか、開いた。中には赤い封筒が転がっていた。赤い封筒。お、発煙筒を手に入れた。発煙筒ってなんだろう。発煙筒って何に使うの。非常時の信号筒だ。そのために車には必ず。へえ、なるほどね。けど、萌えは床から何かを拾い上げた。小指ほどの長さもあるトゲ。さっきのネジ穴に詰まっていたものの正体だ。偶然ってわけないよね。偶然ってわけないよね。どういうこと？にょ？にょにょにょ？きっと取られたくなかったんだよ。だから穴にトゲを。これが怖いのかな。再び視線は発煙筒に集まった。にゃーんにゃーにゃ、ええ、なに、なんでライト消したの。違う、消してない、消えたんだ。早口にそう吐き出す。え、なに、なに、なに、なんの音。ねえおじさん、今の何の音。うるさい、黙れ。叫びたいのをこらえ、懐中電灯の何度も何度も叩く。え、待って、どうすればいいのこれ。おい、頼むぞ。こんなところでまだ電池はあるだろう。まるで心臓マッサージだ。なんでここでうまいこと言えって言ったか、誰かが。おいおい。その時小さな鳴き声が聞こえた。え、何。着いた。同時に背後にの扉が大きく、だんだん印が焼けつくように痛む。死はもう隣の部屋まで来ている。時間もなく逃げ出すことも不可能。落ち着け、とにかく、最短の時間で危険を乗り切る術を見出すんだ。乗り切る術を最短で。待って、これをしたら始まっちゃうよね。何かが始まっちゃうよね。もうね、どういうことかわかるよね。待って、考えて、考えるんだ。もう考えるより先に動こう。これ発煙筒を取り出して、嘘。
私、他に思い当たる。力に操られるように背後の扉が勢いよく開き、と同時に柔らかい何かに絡め取られるのを感じた。悲鳴とともに諦めともつかない萌えの声が聞こえたのを最後に、世界は完全な闇に包まれた。もうマジか。これちょっとなんでだったんだろう。多分さっきの私、もう解説してる暇がなかったんですけど、多分考えるに、床にあった、なんて言うんでしょうね。布が覆いかぶさってるみたいな、こう、剥がれかけてる床のところがあったじゃないですか。多分あそこを引っぺがして、なんか中に隠れるとか、するんじゃないかなと思って、なんか周りを見渡すに扉らしきものはないから、そこしかない気がするんですよね。なんかまあ女の勘なんですけど、それをどうすればいいんだろう。だってナイフしかなかったよね。コマンドって言ってたから、多分コマンドがあるのかな。なんかいろいろ探ってみるか。とりあえず悔しい。ちくしょう。少し前に戻る。最後のセーブデータ、少し前に戻る。よっしゃ、さあ来い。こっから真面目に。あ、登っちゃった。違うね、これは違うね。オッケーオッケーオッケー。これはね、もう分かってるんですよ。ヘビなんてね、もう怖くないんですよ。これどうすればいいの。あ、下るわ。階段を下った。これは？この多目的。あれ？こっちじゃないよね。あの部屋を目指そう。ここか。あ、ここじゃない。トゥッチュルー、トゥッチュルー。考えるに、そうだな。あれ？こっちじゃないよね。こっちで合ってたっけ？あれ？もう一個前の部屋だっけ？ここだっけ？あ、鍵かかってるよね。考えるに、やっぱり、下の、ダメだ！考えてると、手元が全然違うことしてしまう。下の、床を引っぺがすと思うんだよね。やり方が違ったんだろうね。皆さん。早坂が考えてますよ。わかんない。前に進む。とりあえずここだっけ。あ、鍵かかってない。あれ、ここじゃないんだっけな。あ、ここだ、ここだ、ここだ。扉開き、オッケー。あれ、ここじゃない。やばい、迷子だ。絶対に迷子になるんだよね。マップを覚えられないっていうね、致命的な。よいしょ、ここ入って、よし、ここまで来た。ふう、一苦労だよ、ここまで来るのにも。さ、ここを探る。え、待って、探る道具、赤の道具、だがどう使う。え、そういうこと、そういうことなの。ここのコマンドって書いてあるやん。ちゃんと見ー、細かいとこまでちゃんと見ーよ。あのね、ツイッターでね、リプいただいたんですけど、本当にね、私、そのギミックっていうか、すべてのなんか要素を、こう、ちゃんと、なんだろうな、できてなかったっていうか、開けてなかったみたいで、
本当にお恥ずかしいんですけど、私ゲーム本当にやらなくて、全然そういうの分からなくて、もう進むことに必死になっちゃってたんで、もう今回もうちゃんと全部しっかりと隅々まで見て、もう全部口に出して説明していきたい。それはちゃんとゲーム実況していきたい。うん、まったりゆっくりじゃね、もうね、ダメだと思うんだね。ここで多分探る見るからの赤のボールペンだと思うな。ほらこれがコマンドなんだよ。あーってことはだよ、さっきの逃げる時も、いや絶対ここしかないんだよ、その下のね、この下にある四角いやつ、これね、これしかないと思うから、同じ順番でとりあえずやってみる。なんか早く、でこれね、時間との勝負らしいから早くするね。扉当てよく切ると何の点、よし、はいはい、発煙筒を手に入れるからの、発煙筒って何に使うの、非常時ね、非常時の信号灯ね、オッケー、非常時の信号灯ね。あー、ここはちょっとサクサクいきます。ヒーホーヒーヒーハー、ブラックマヨネーズ見てたな。うわひゃん、よっしゃ来るぞ、行きますよ皆さん、行きますよ皆さん、うぅひぃぃ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 、めっちゃ怖いんですけど、やめてください。耳元でそういう大きい音を立てるのは近所迷惑になるので、この大きい音を立てることで、私の声が、世に響き渡り近所迷惑になるので、皆さん本当にやめてください。本当にそういうのをね、あーと見る、待って、金属に触れた途端また印が行き着いた。ほんの一瞬、蝶々のために手が止まる。だが、やるしかない。待って、これ来たんじゃない、来た、これうまくいった。取っ手をつかみ、一気に床を引き上げる。思った通り、床下への入り口がぽっかりと黒い口を開けた。入れ。夢中で萌えを床下に押し込む。続けて自分の半身を闇の中へ滑り込ませた。思ってもいなかった距離を落下し、背中を何かに強打した。歯を食いしばり、なんとか叫びをこらえる。何どうしたの、どっちたの、どっちたの、キュッキュって頭の上を何かがうごめいている。あと数秒はそこにいたら、まあよかった。やっぱあのコマンド入力、あれで合ってたんだな。意外と、まあ意外と簡単ですね。まあまあこういうのは、私に任せていただければ、まあ真実はいつも一つなんでね。不安げな息遣いが聞こえる。萌えはそばにいるようだ。その影は、あ、びっくりした。入り口が破られるかと、やばい、吐きそう、生まれるよ、生まれちまうだろうが、バカ野郎かよ。ミネタ、ヒロアカのミネタの真似ですね。最近覚えました。バカ野郎かよ。何言ってんだ。バカじゃねえな。ちょっと似てないな、今のは似てない。何かを引きずるような音はやがて遠ざかっていった。ふう、手間取らせやがって。もう大丈夫かな。ああ、いなくなったと思う。いつの間にか手首のうずきは消えていた。ああ、近づくと手首がうずくんですね。よかった、今度はもうダメかもって。ここはとりあえ
クリアやな。すごい。それよりここは一体何の部屋だ。学校の下にこんな地下室があるとは。地下室？うん。ライトをつく？ああ、音がしないよう慎重に電灯のスイッチを押し込む。怖っ。丸い光が炙り出した光景に背筋が凍りつく。思わず叫びかけ、待って、めっちゃ怖い。あん、数秒の間だっただろうか、自分たちは言葉を失ってただ見つめた。いるな、しようのない結末が、それも最悪のものが今目の前に転がっている。慣れなくてショックを受けるだろう、まして子供は。よかった、司くん連れてこなくて。失神しちゃうでしょこんなの見たら。深く息を吸い、改めて死体を観察した。死体の周囲に絡み合う何かがある。それは植物のツタのように見えた。バラを異様に鋭利なトゲ、そしてまばらに開いた赤い壁、遺体、そして床を飾っているのは本物の生きたバラのようだった。うわっ！その時視界が、あ、不意に視界が霞み、え、なに、エッチ、え、エッチいやダメよこんなの。な、なんだこれは。ダメダメ、18禁です。ちょっと良い子はここで U ターンです。この部屋でかつて起きた惨劇、その光景が、光景が、ちょっと動揺が、動揺で口が回らなくなっちゃって。やだ、11の1じゃん。クサクサの草だね。バラ、なんでそんなものが。あ、誰かが植えたってこと。萌えの声に現実へと引き戻される。ああああんな見たら動揺するよね。白昼夢を見ていたなどとは言えない。必死に何の話をしていたのか思い出す。そうだ、確かバラのツタを見て。当然そうだろうな、勝手に生えるわけがないから。しかしそれにどんな意味があるのか。何かが何らかの意図を持って死体を装飾したのだろうか。あるいはそもそもあの光景のようにバラに囚われて。萌えが小さな悲鳴を上げた。どうした？なんか動いた。ほら、あそこ、僕の方。まさかここにも何か潜んでいるのか。え、待って、こっから。ほい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 、怖いな。ほう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 。干からびた死体。おー、なるほど。コマンド入力を覚えたので、とりあえずコマンド入力を乱用してみる。ベッド、マットレスからはじんわりと黒ずんだ、お水お水がにじみ出た。下水のようなひどい匂いがする。マットレスをずらしてみると、下にはビニールシートが敷いてあった。ビニールシートを手に入れた。やった。かなり厚手のシートだ。防水のために敷いたのだろうか。なんか使うのかな、ビニールシート。しかし広げてみると、パリパリと音を立てて赤黒い汚れが舞い散った。わっ、切ったね。バッチバッチ。これは血だ血まみれのシートを手にしたまま呆然とつぶやく。それに答えるように耳元で何かがささやいた。やめて。そのものの血はそのものを拒む。もう絶対いいところで噛むんだよね。
もうね、こういうことね、直した方がいいと思うよ。うん、声優見習いならさ。見習いといっても、もうね、プロと同じようにね、と頑張って、こう初見に強くなっていかないといけないね。ねえ、なな、素直に声を受け入れている自分がいた。明らかに幻と思える声だが、不思議と穏やかな気持ちになる。半ば、放心したまま、構えたままのライトをベッド下へと向けると、ほら、また、なんか言うって。再び萌が怯えたが、鋭い声で警告を発した。すると、何？萌は化け物じゃない、現れて、え、まさか、イケメンが来た。コートを羽織った男だ。警察？え、人？なんでこんなとこで何してたの？青年はうんざりした表情で答え、うんざりした様子で答えた。同じだよ、化け物に出会ってここに逃げ込んだんだ。そこに貴様らが来て。すごいクマだね。寝てないのかな。男は背後に向けて顎をしゃくった。しゃくれたまま喋るねじゃ。とりあえずあそこに囲いていたんだ。一応は納得できる答えだが、そもそもなぜ学校に来たのか、男の答えには根本的な疑問がある。男は斜め下からこちらの顔を覗き込み、わずかに鼻で笑った。こちらの、納得してないって顔でが、まあ仕方ないね。こっちにも話してないことがある。話してやっていいから。ちょっとしゃくれて話すのやめます。その前にここから出るぞ。現状で話すことはない。そうか、萌も同じ意見のようだ。一度出るか。マジか。帰るところがあるのか。そいつはいい方だぜ。ならさっさと行く。え、待って、男は一度はしごへ手をかけ、そこで気づいたように向き直った。自分は増田悟、元刑事だ。遅れるなよ。あー、元刑事か。刑事だったらすごい、なんかあれですね、心強いですね。真下に続いて、真下に続いて1階へと戻ってきたが、肝心の真下の姿が見当たらない。おい、これを見ろ。真下の方から、廊下の方からマスターの呼ぶ声がした。なんだろうな、貴様らが来た時もこんなんだったか。答える萌の声は心なしか震えているようだった。違う、さっきまでは全然違った。うわー、怖っ。でもなんかファビラス。何かが廊下を張っている。それはバラのツタだった。だよな、俺が来た時もこうじゃなかった。なに、怖い。確実に奴らは、うわーん、印がさらにその色を鮮やかにした。未明、死の刻限まであと数時間。マジかよ。はよ、なんかしないと、謎解かないと。やばいよ。これやばいよ。バラエティの怖さじゃないよ。特に敵意はなくても、自然と相手を身構えさせる人間というのはいるものだ。この真下という男は、まさにそういう人間のようだ。ほう、なかなかいいもんを持ってるじゃないか。車に乗り込んだ途端、
無言でバッグをひったくり、こちらの少所持品検査を始める始末だ。観察するつもりなのなかったのに、自然彼の言動を確認せざるを得ない。真っ先に首を突っ込んでこなそうなのは萌えなのだが、疲れてしまったのか黙ったままだ。萌え、大丈夫か？ぼーっとしてただけ。大丈夫。大丈夫には見えないが、それより今はもう一人の同乗者の方だ。なら、あそこにいたのは事件の調査なのか？もう警官じゃない。あくまで個人的な調査だ。確かめたいことがあったんだな。あったんだな。個人的な調査といえば格好はつくが、要は不法侵入だ。いや、ナナさんも不法侵入ですけどね。何を調べ、その前に聞かせろ。マスターはこちらの質問を遮り、ハンドルを握る手首を指さした。それ痛むか？手首についた印を目ざとく見つけたようだ。ああ、たまに、特に危険な目に遭うときには。ふん、なるほどな。マスターは、納得した様子でシートに体重を預けた。なんかマスターっていう人すごい、なんかあれですね、ミステリアスですね。調べてたのは行方不明者だ。そして唐突に質問に答え始めた。失踪者数名、複数名の足取り調査であの学校が浮かんだんだ。いずれも失踪前に何らかの形で H 小学校に関わっていた。職員、教職員、出入りの業者、母体の学校法人関係者、生徒とその不教、そいつらを探していた。だとしたら、後部座席から萌えの声が聞こえた。その人たちなんですか？あそこにあった死体は。普段と比べると正気がない。やはり何かあったのだろうか。例えば印が。マスターは答えようとしなかった。無論という答え返答だったのか、子供を相手にしたくなかったのか。しかし今マスターの話には引っかかるところがあった。そこまではっきりした疑いがあったのなら、もちろん上にあげた。そしたらこれ。マスターは先回りして答え、て、しゅ、ん、しゅ、て、手ば、手がただ、手がたなで、て、あ、首か。手話ね、すいませんでした。どうせ言うんでしょね、声優見習いだからってね、噛みすぎですよってそうやって言うんでしょ。みんなコメントで私のことをねそれ信じして叩いて、そうやって楽しんでるんでしょ。楽しめばいいよ。そうやってさ、みんなのさ、あのさ、そういうさ言ってさ、楽しめばいいよ。私のこと言えるよ。確かにあんな地下室がある学校だ。行方不明者の捜査線上に浮かんでも何もおかしくない。確かに常識ではその通りだ。だがそれはあくまで聖者の世界の話。怪異はその事件に関係しているのか。嫌な沈黙が流れた。そういう意味で言えば、これはもはや事件ですらない。
マスターは深いため息をついた。誰が信じる？あの学校には化け物がいて人間たちを殺してるなんて話を。こいつはもう個人的な問題なんだ。世間から当日された俺たちに、そう言ってましたわ。手首をめくってみせた。あ、まさか現れたのはあの見慣れた印だった。マシタさんもやられていたのか。え、でもマシタさんっていつから。ああ、その手首を見てすぐ感づいたよ。あいつが問題なんだろうってな。つまり一蓮托生、勘のいい男だ。帰ったら相談してみるといい。九条館には詳しい、詳しい人と言いかけて躊躇した。まだ触れないでおこう。とにかく帰ったら話を聞いてみればいい。うん。あ、マシタさんもきっと助けてもらえると思います。が、マシタは萌の言葉を鼻先で笑い飛ばした。助けてもらえるか、舐められたもんだな。おい、なんか嫌な感じ。なんだよ、せっかく救出してさ、車乗せてさ、九条館も連れてきてやったのにさ、何その態度さ。さ、車から降りるとガレージで迎えてくれる者がいた。お、おかえりなさい、おじさんね、萌えさん。無事で何よりです。会員について何か手がかりは。なんだ、まだ他にもいたのか。これで全員だ。そうか、頼もしい仲間だな。マスターは皮肉に唇を歪めた。で、貴様らはこれからもその鍵とやらの調査を続ける気か。他に手がかりがないんだ。仕方ないだろう。意味がわからんな。もし仮に知る人やらの原因が怪異だとするなら、原因を削除するのが、除去か、原因を除去するのが最善だ。そう思わないか。どういう意味だ。怪異は存在するならぶっ殺しちまえばいいんだよ。え、怖い。それ本気で言ってるの？無論本気だろう。冗談を言う相手には見えない。仮に倒せたとして、それで印が消えるのだろうか。メリーの話を思い出す限りとてもそうとは思えない。だがたとえ仮にそうだったとして、もっと根本的な問題がある。どうやって殺すつもりだ。方法はこれから調査する。だが存在するものは当然消滅させることもできるはずだ。方法はわからないくせに怪異は倒せるという、マシタの確信はどこから来るのだろう。まあ、根拠のない自信って大切ですからね。忘れるな。俺は一度あいつと対抗してるんだよ。とはいえ、もし本気で殺すのなら。マシタは手首を握りしめた。あいつ、遠くからトゲみたいなものを飛ばしてきやがった。コンクリの壁に突き刺さるぐらいだ。とてもじゃないが近づけない。まずはそいつをどうにかしないとな。マスターは、革靴の、あ？そう、革靴の下？それ？ん？何か引き抜き、こちらに投げた。それはトゲのような反り返った植物のトゲだった。俺が生きてるのは単に運が良かっただけだ。次はない。さ、対策を立てないとな。この CV 神谷さんっぽいですよね。玄関ホールへ向かう途中、真下に九条館のことを伝えた。彼はただ黙って聞いている。喋る人形や九条さやの死についても驚いた様子を見せない。その不気味な
不気味なまま、不気味なまでの落ち着きようは、すでに怪異の世界に足を踏み入れたせいか。うん、確かに。なんかすごい世界だな。あ、でも今仲間になったのはこの真下さんと萌えちゃんと司君の3人で、4人でパーティーですね。オッケー。ぼんやりとした温かい光に照らされたホールへと向かい戻ってきた。得体の知れない館だが、我が家に戻ったような安心感がある。慣れとは誠に恐ろしいものだ。お疲れ様。やっと帰ってきたー。なあ、長かった。そちらの男性も印人のようですね。ご紹介いただけますか。紹介しよう。調査の結果と真下との奇妙な遭遇をメリーに伝えた。鏡での出来事、地下室にあった死体、一変した廃校の様子。何だ。イヤオウにも超常的な力が働いているのを認めざるを得ない。それをやった怪異の正体が噂の花彦くん。真下の腕に印を刻んだのも花彦くんに違いない。だが、いや、これ怖いな、顔がね。すごいな、草タイプだ。あんな真似ができる怪物相手にどんな手立てがあるのだろう。真下はぶっ殺せというが、そんなことができるのか。おい、早坂。真下の呼びかけに思考が遮られる。差し出された彼の手には一冊の革表紙の手帳があった。こいつを読んでおけ。あの地下室で押収したものだ。発見した時はバラのツタが幾重にも固く、巻きついていたな。取るのに随分と苦労したよ。中は読んだのか。ざっとはな。なかなか面白いことが書いてあった。面白いと言いつつもその目は少しも笑っていない。瞳の奥からは静かな怒りを感じる。手帳の表紙には赤黒いシミがこびりついている。薄気味悪い、予感を覚えつつ手帳をめくると、ページの合間からひらりとバラの花びらが小腹落ちた。手帳の文章はしっかりしていた。書き手の知性と教養が伝わってくる。読み進めていくうち、それがかつての H 小学校の校長だと分かった。神経質そうな細かい文字で記されたその内容は、養子である一人の少年に行った個人指導の記録だった。それが花彦くんってことかな。手記は、5年ほど前の日付から始まる。校長が引き取ったその少年は小柄で可愛らしかった。彼はスカートが好きだった。お化粧も好きだった。あら、ジェンダーレス系男子ですね。実際赤いほっぺをした華奢な少年にはそれがよく似合っていた。だが四季の主である校長にはその趣味が認めがたいものだったらしい。悪癖は幼いうちに正し、健やかな精神をはごはがはあ健やかな精神を育まなくてはならない。それが彼の歪んだ欲心を隠す個人指導の名目となった。やだ、ちょっとなんか嫌な予感。怖いな。指導の舞台となったのが例の地下室だ。自宅には、家族の目があり、他外だと他人の目がある。それに比べれば、教職員が帰宅した後の夜の学校ほど安全な場所はなかった。なんか嫌だね。嫌だね。
工場は、宿直の名目で学校に残り、少年を呼び寄せて指導していた。模範的な教育者としてテレビに出演。著名な教育者である彼に疑いを挟む者などいるはずがない。唯一少年の担任である女教師は異変に気づいていたようだが、校長の権威を恐れ見て見ぬふりを決め込んでいたらしい。いやー、これはちょっとエチエチ展開では。ショタ、美少年ショタに校長の手記は後半へ行くにつれて狂気を帯びていく。そこには歪み切った親子の姿があった。日々指導で弱っていく我が子、華奢な体は痩せ細っていき、赤い方は黒ずんだ土色へ変わっていく。その様子が、マジ怖い。だが敵意や憎しみは感じられない。狂心的な心境さと、教育者としての、やっぱりちょっと変態的なところがあったんですかね、校長先生は。ね、指導とか言って、やっぱね、あのね、外面のいい人ほど、めちゃくちゃ裏は怖いみたいなね、そういうのよくありますからね。校長と少年がどうなったのか、手帳からはわからない。だが、今の、H 小学校の勇者、ん？ありさまを見れば、押して知るべきか。おじさん、顔色が悪いですよ。何が書いてあったんです？子供相手にありのまま話せる内容ではない。要点だけをかいつまんで説明した。ひどい話ですね。大人のエゴの犠牲になるのはいつも僕たち子供ですよ。ちっ、バカな大人ってほんと救えないな。司が毒づきたくなる気持ちもわかる。ヘドか出そうな大人の悪意と犠牲となった哀れな少年。すごい顔してるな、司君。今見たけど、パッと。だが、それだけの話だろうか。手帳の少年と花彦君が、もし無関係ではないとしたら、少年が怪異と化した、そんなことがあり得るのか。あり得ると私は思うぞ。非業の死を遂げた人間の恨みや怒り、それは死後も晴れることがございません。そんなくすんだ念が超常的な存在を生み出すことがあります。怪異、幽霊、妖怪、呪音怨霊か。怨霊、呼び方は様々でございますね。皆様もそのような怪談を一つや二つ聞いたことがあると存じます。花彦くんもまたそのような存在なのです。メリーの話にはにわかに信じがたいが、あんな怪奇な出来事を体験した以上、もはや認めるしかないのだろう。現実から目を背ければ先に待つのは死への落下、転落だ。花彦くんはやはり怪異だった。その前提のもとにこれからの行動を考えねばなりません。確かに対策を練らないと。多分花彦くんがボスなんですよね、この第一章の。メリーはそこで一度言葉を止めた。そしてガラスでできた、おお、何色だっけこれ。青、朝、あーなんだっけな、まあいいや。瞳を、真下へと向ける。ところで早坂様のご報告によれば、皆様の中に怪異を殺すなどと考えている者がいるようですね。
念のためご忠告いたしますが、それはおそらくとても困難なことかと。困難とは？目つきが、険しくなったマシタが口を挟む前にメリーに尋ねた。カイイは死の世界の住人でございます。生者をさらに生かすことができないように、死者を殺すことなどできません。もし皆様にできるとすれば、呪われた思念を消滅させることくらいです。つまりどういう意味だ？以前にお伝えした通りでございます。生と死とは、死と生とは同じ場所にあるもの。もしそこで印が生まれたのだとすれば、もしそこで印が生まれたのだとすれば、それを消す術もそこにあるはず。印の呪いを消す鍵、それは怪異を退ける鍵でもあります。あー、なるほど。鍵を見つけるのかな。なんか色変わってた指示の。単純ですね。私単純なんです。やはり印を消す術は花彦くんにあるということか。だが殺すのは無理なのはともかく、その鍵というのは何なんだ？概念的な存在なので私にも分かりませんが、ただ一つ確かなことがあります。怪異の生まれるきっかけとなった土地は怪異と特別な縁で結ばれています。そこにあるものであれば鍵の役割を果たすのかもしれません。皆様には理解しがたいでしょうが、それが怪異というものなのです。鍵となるものを見定められるかどうか、それがあなた方の運命を分けるでしょう。鍵の形をしてないってことか。やはり H 小学校の調査を続けるしかないようだ。お、待って、これは出戻り？怪異の呪われた思念、怨念を消す鍵、それが何を指すかはわからないが、鍵を集め正しい方法で思念を消すこと、それしか本来生き残る道はないのです。時には怪異やルイコンや、憎悪を抱く者を用いる非常さも必要となりましょう。どういうこと？お姉ちゃんわかんないよ。どういうことなの？ねえねえ、メリーちゃん教えて。わかった、とりあえず鍵を見つけて、その鍵を使いつつ、鍵っていうかなんだ、アイテムをいっぱい使いつつ花彦くんと戦うのかな。多分そういうことだよね。地下室の秘密を、追加しました。ここでどうしようかな。これなんだっけ。あ、これは違うね。はい、そうですね。あ、これはいいんだ、いいんだ。これはよくて、そうだ、これ、あれ、あれ、萌えちゃんは、萌えちゃんは、どういうこと？選択できなくなっちゃった。そうなんだ。悲しいな。好きだったのに。分かったけど、そうなんだ。どうすればいいんだろう。これ司くん連れていくってことだよね。心配だな。いっか、とりあえず行ってみます。おい、ちょっと。ガレージで出発の準備をしていると真下が現れた。まずいことになったぞ、あの女子高生。萌えさんがいないんです。少なくとも館のどこにも。そういえばホールでメリーと話していた時にも萌えの姿はなかった。やばいやばい、逃げたのかもな。まさか。そうだ、こんなことをしてどうなる。館から逃げたからといって印が消えるわけではない。
現実逃避の一種だ。死期を知って自殺する人間は多い。それとも何かあったのかもしれません。怪異の呪いとか。萌えちゃん。萌えは H 小学校の鏡で花彦くんに遭遇している。つまり最も関わりが深い印人だ。司の言う通り、一人だけ追い込まれた可能性も考えられる。しかしどうすることもできんな。準備をしよう。ソーラ、それしかできることはない。萌えに何が起こったにせよ、もし印を消すことができれば、それは同時に萌えを救うことになるはずだ。出発しよう。H 小学校に戻るんだ。これなんか噂で聞いたんですけど、なんだっけ、なんだっけな、何エンドだっけ、あれだ、デストロイエンドとキュアエンドっていう、なんかハッピーエンドとバッドエンドみたいなのがあって、それがそのコマンドの選択、コマンドとかデッドリーチョイスの選択によって変わってくるみたいなんで、エンドが。だからちょっと私頑張ってキュア、ピュアエンド、キュアエンドを目指して頑張りたいと思うので、視聴者の皆さんもよろしくお願いします。あ、待って、まだセーブできないよね。セーブできるようになったら一旦セーブしていきます。よくわかっている。結局はここでもがくしかないのだと。よっしゃー、行ったるでー。司は黙ってうなずき、ほう、踏み出した。ここで一旦ね、セーブします。オッケー、行くか。あー、緊張する。昇降口を目指して進んだ。よっしゃー、頑張るぞーい。まずはどうしよっかなー、どうしようかしら。右行ってみる？こっちか。いやー、やばい、めっちゃドキドキしてきた。先ほども見たが、廊下の様子は一変している。こうやって見るとバラって本当に綺麗なんでしょうか。よく見ると怖いですよね。うん、やあ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 、何もない、何も見当たらない。オッケー、次ここ入れんのかな。入るよーん、入るよーん。何もない。はい、とりあえずめちゃくちゃアイテムを探し求めて参りますんで、鍵をね見つけないといけないんですよ。まずは鍵がかかっているようだ。そうだ、ここは鍵かかってなった。ここもね、あら、なんだ、そうね、ここも床に沈んないところ、コンクリートがむき出しになっている。そっか。でもこれさ、進んだらさ、階段のところになっちゃうよね。そうだよね。一旦戻って、あ、戻れない。ああ、階段の途中で何かが足に引っかかった。なんだ。あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。これ、ボス戦になっちゃうんじゃないの？え？え、待って。バッグの中にはガラクタと学校指定のジャージが入っていた。萌えのバッグ。萌えちゃん！ということは萌えさんはこの学校にいるってことですか？ああ、そう考えるべきだろうが、少なくともここにはいないみたいだ。踊り場には無残に割れた鏡があるだけだ。このバッグを除いて萌えの痕跡はどこにもない。
や、待って、やだ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 。校内を、散策しましょう。それしかないですよ。そうだな。とにかく学校の調査を続けるしかなさそうだ。あ、なるほど。おーし、とりあえず、そうだね、アイテムをいっぱい見つけないといけないですから。ああ、頑張るぞ。とりあえず昇降口の方にね、戻って行きたいと思う。ああ、校門、あ、校門じゃなくてその昇降口とこに行きたいんだよ。行きたいんだよ。もうなんかいっぱい光ってる。やば。何もないですよ。みたいだな。もう一回見る。自由研究。一回多目的教室、みんなの研究結果です。見てみましょう。ここはもういいでしょ？何か見つかると思えないけど。ここじゃないのかな？こっちか。レッツゴー。髪を噴火したり。ふぅ、ふぅ、ひぃ、ひぃ、ふぅ。なんかできないのかな？できないかな。多目的室の近く行ってみるか。とりあえずは多目的室ってどっちだっけ。こっちだっけ。あ、あれ、何でしょうか。不意に司が声を上げた。どこの話だ。窓のところですよ。ほら、あそこなんか光ったんす。いや、すごい光ったんすって言っちゃった。窓際？バラのツタしか見えないが、とにかく調べてみよう。なんかありそう。え、待って。出さないでよ、ドラえもんになっちゃう。確かに窓際のところで何かが光を照り返した。バラのツタの間に何か埋もれているようだ。お、確かに何かあるな。最初に来た時には気づかなかった。いや、もしかするとき、もしかするとその時にはまだなかったのかもしれない。警備員さん、あの人が落としたんじゃないでしょうか。かもしれない。廊下のどこかにあったそれがツタに巻かれて持ち上げられ、こうして目につく場所に出てきてくれたということか。ありがてえ、ありがたくいただくぜ警備員さん。何しろ彼はこの建物を管理していたのだから。え、調べてみるか。探る。指を入れてみた。う、気をつけていたはずなのに容易に鋭い、トゲが皮膚を切り裂いた。痛い痛いな。くそ、厄介だな。にゃい音。その後しばらくツタと格闘を続けると、ようやく目的の金属が指先に届いた。金属ということは学校の。やったいて、鍵束を手に入れた。鍵束ってことはいろんな鍵がかかっているドアが全部開けられるということですね。最高じゃないですか。ありがとうございます。これでストーリーが進むというものです。さすがです、司くん。え、急に言うこと忘れちゃって。とにかく調査を続けましょう。もうやっぱ呪いなんですかね。忘れちゃうやつがね、怪異の呪いなんですかね。さらなる学校の捜索。よっしゃ、行くぜ。どうしようかな、この後。教室入れないのか。教室入ってみる。鍵、あ、ここの鍵じゃないのか。さっきの、鍵行ってみよっか。どこ
鍵なんだろう。こっち行ってみて。こっちは？おお！鍵使えたんじゃん。あれ？何もないよ。あれ？何もない。あれれれ？あれれれれ？あれれれ？こっちかな。はいさ。あれ？あ、だから、調べる。調べる。おお、オッケーオッケーオッケー。鍵タブを使ってドアを開けた。よっしゃ、こいやー。あれ？教室内を入ろうと、敷居をまたいだ瞬間。ちょっと待って。ちょっと待って。来る気がする。やっぱり！突然、強引な力で左肩を掴まれた。横目で盗み見るように廊下に目をやる。ひー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 つかその反対側にいたはず。いや、たとえこちらにいたとしてもそんなことをする理由がない。っていうことはデッドリーチョイス来た。来たよみんな。やばいよやばいよやばいよ。怖いよ。バラエティの怖さじゃないよ。落ち着け。錯覚だ。自らに言い聞かせる声が遠くに聞こえた。慌てるな。これは幻だ。落ち着け。引き込まれるな。オッケー。掴まれた左肩からまるで、霧が降りかかるように冷たいで気配が、下半身を覆った。よっしゃ来いや。左肩を掴まれた。振り返って確かめる。強引に振りほどく。同行者に声をかける。待って待って。振り返っちゃダメ。多分力的に無理。ってことはわかんない、わかんない。これだ。だって振り返ったら絶対ダメだし。つかさの方を向き声をかけようとした。すると、グッドで合ってたんかい。合ってたんかい。死んだと思った今。絶対に死んだと思った。闇の中に恐ろしい表情が浮かび、そして何者かの輪郭がこちらを待ち構えているように現れた。え、これどうすればいいの。え、え、また。え、大声でかくする。目を閉じていとる。もう無理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 。待って、今適当にやっちゃった。固く目を閉じて祈った。やばい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 。何するんですか。待って。え？え？司の声が消えた、聞こえたと思った。あの影は消えた。教室のドアの前にいることに気づいた。やったー。まあこんなもんですわな。死ぬかと思った。まあこんなもんですよね。死の刻限まであと数十分。やばい、時間がない。急げ。焦った。もう本当に適当に押したからもう死んでもいいと思ったけど、やっぱりね、持ってるもんですね。もう持ってるんですよ私は。もうね、あのね、そうなんですよ。これ誰かを掴んだ手の正体、それはバラのトゲだった。すごい。しかしそれより、待って、一気に老けた。どっと疲れた。あー、びっくりした。ああいうさ、いきなりなんか戦いが始まるのなんかポケモンっぽいですよね。え、明らかにおかしい。記憶障害。思い起こした一言が胸に突き刺さる。印により呪いが進行し、司の意識が曖昧になったのか。しかし、だとしたら変じゃないか。自分には少なくとも自覚している限りでは特に変化が感じられないのだ。行くよ。ああえ、っていうかあれは真下くんは？真下さんどこに行くの？およよ。まるで、
幽霊のように司を歩き出す。普段の姿からは考えられない様子だ。あー、ちょっともう頭いかれちゃってるんですね。キキは一体いつの間にこんなに近くに迫っていたのか。時間がない。これ以上事態が悪化する前に。そう、数十分しかないからもうやばいよ。やばいよやばいよ。でも出川さん出まくりだよ、やばすぎて。さあ、あ、これオートで入ったけど、なんか調べんのかな。あれ、 OL の考察、 OL の考察見てみる。毎日電車で見る OL さん6人を10日間観察しました。やばい、変態さんだ。分かったこと、今の流行りは茶色とピンク。みんな髪の毛は茶色、口はピンクでした。何これ、アホみたいな考察。ボロボロだ、持ち帰っても問題。剥ぎ取るか、剥ぎ取ってみる。剥ぎ取るか。あ、取れそうだからね。あ、なんかある。白い、粉状のものが散らばっている。粉状のものが散らばっている。なるほど。見る。ライトの光を照り返し光っている。口に入れて確かめる気はしないが、どうやら食塩のようだ。容器があれば持っていけそうだ。容器、容器、ペットボトルあんじゃん。え、違うかな。やってみる。白い粉末はどうやら食塩のようだ。お、ペットボトルを取り出し粉末をつまみ入れた。やったー、塩入れボトルを手に入れた。やったー。ちょっともう冴えちゃってますね、さっきのデッドリーチョイスといい。まずは塩に清めよ。え、何の助言だったんだろう。またあの声が聞こえた。司に気取られないよう何事もないかのように体を起こした。あ、牛尾って読むんだ。牛尾とは海水のことだろうか。お水もいるのかな。ってことは植木は長らく水を与えられず枯れてしまっているわ。先生嫌い。嫌い、死ね死ね死ね。もうものすごい恨みですねこれは。私も学校の時、学校にいた時、先生のことちょっとあんまり好きじゃなかったですけど、ここまで恨むってことは相当ね、ちょっといろんな仕打ちを受けたみたいですね。あ、待って、ここあるかな、なんかないか。あー怖ーい、待って、ドキドキしてきた、やばいやばい。さーて、これどういくかな。この辺なんかあるかな。あっちだってね、やってないですもんね。こっから行ってみる。鍵か、あ、そうだ、鍵かかってんだった。どうしよっかなー、どうしよう。あ、その横なんかあったかないか。なんかないかなー。メモもう一回見てみる。あ、花彦くんのメモはいいんだよ。あれバッグ入れ、あーっと、なんだっけ、あ、ちょちょちょ、あ、そうそうそう、口紅、赤いボールペン、塩入りボトル、多目的教室 B にあった食塩をペットボトルに詰めたもの。ボトルの5分の1程度まで食塩が入っている。塩をかける。でも食塩だから多分あれなんだね。で、なんだっけな、ない。花彦くんは霊だから、霊を退治するためには、多分、なんだっけ、聖水みたいな感じで、塩水
がいると思うの。だからなんだっけな、水がいるよね。もう語彙が死んでるけど、水がいると思うから、なんか水ないかな。水場だってここもあの2部屋しかないもんね。あれー、水場ないかな。ここさっき来たか。何にもないもんね。あの塩を塩を手に入れただけだから。なんだ、どこだろう。ここ使えないのかな。あ、だからさっきのあれじゃん、ここだよ、ほら。あーはい、忘れてたわ、完全に忘れてたわ。してたけん、可愛くないか。心臓飛び出るかと思った。水槽がある。待って。完全にテンションを根こそぎ持ってかれたけど。あ、頑張れ私。頑張れ。負けるな。見る。ガラスはひどく、汚れており中の様子はわからない。探れ。恐る恐る水槽に手を入れてみた。すると。冷たいものが指先に見るとわずかだが、中には水が入っている。あ、これ水じゃない。容器があれば水を汲むことができそうだ。あ、これあれだよ、絶対絶対的に塩入りボトルでしょ。塩入りボトル取り出し水につけた。ボコボコと音を立て容器に水が溜まっていく。これ天才パーペキの考え、やばい。で食塩水手に入れた。教室で発見した食塩と水と糖をペットボトル内で混ぜたもの。これはいけるぞ。よっしゃ、やった。黒板にチョーク入れが備え付けられている。探る。チョーク入れの中に何かが入っている。ボラボラのお札、やった。霊力。ボロボロのお札を手に取ると、温かな何かが流れ込んできた。よし、霊力回復。霊魂だ、霊魂手に入れた。よっしゃー。あとはなんかあるかな。放置された机だ、見る。どこの学校にもある学童用の机だ。意外にもそれほど風化していない。学童用の用具はそれだけ質が高いのかもしれない。なるほど。探る。物入れには手を入れた。もう私ね、だいぶこう分かってきたんですけど、調査する、調べるときは絶対見ると探るは押した方がいいっていうのを学んだ。ななちゃんよくやった。手に何か刺さる。それを掴んで引き抜くと、トゲ、トゲじゃない、骨だけの傘を手に入れた。え、何に使うの。え、お、台風へっじゃらかさ。とりあえず取るっていうね。なんかこれ何のためのねやつなんでしょうね。一応取っとく、なんかに使えるかもしれないからね。だから何だってんだ。つぶやいて何の気なしにバッグを開いた。ガラクタの奥にきっちり折りたたまれたドス黒いビニールシートが見えた。え、そのものの血はそのものを拒む。どういうこと。無意識にその言葉が口をついて出た。血はそのものを拒む。血で拒めということか。ああ、なるほど。思い切って骨だけの傘を開いてみた。そしてその上にビニールシートを広げてみる。
勝手にやってくれんの。なるほど、確かに自由研究の主張通り傘らしいものは再現できるようだ。しかし固定されているわけではないため、傘として持ち運べるような代物ではない。使うときにその場で組み立てればいいのか。おお、幸いここには2人いる。最初の傘が最初の1人が傘を開き、続けてもう1人がシートをかぶせる。その連携があれば。連携しなきゃいけないのか。なるほどね。すまない、待たせてしまって。はい。司は曖昧な返事をするだけだ。きっと役に立つはずだ。ここにあるものには全て意味がある気がするんだ。会員ファイルに新しい情報を記載した。血を傘に。なるほど、いいね。自由研究雑草強化計画。雑草強化計画。ミル、確かめたこと、植物は日光で育つので鏡を使ってたくさん光を集めたらどうなるか調べました。光をたくさん当てたら葉っぱの色が白くなって元気がなくなりました。あんまりたくさん、光を当てすぎると植物にも良くないのかなと思いました。鏡とか植物に良くないってことは、多分鏡を見つけなきゃいけないんじゃない？違う？もぎ取る、もぎ取る。とりあえずもぎ取る。何に使うか全然わかんないけどね。あ、これでもうないかな？あともうないね。オッケー。うん。出るか。で、どうすればいいんだ？これはキュアエンドを目指すために。でも待って、バック見るじゃん。ペーパーナイフ。ナイキー。でもこんだけ多分アイテムが揃ってれば多分だけど何かしらでこう戦えると思うんですよ。私はそう踏んでいるんですけど、だから、とりあえず花彦くんのところに行こう。とりあえずいっぱい調べて、調べーの、花彦くんのいたところはこっちの階段の上だから、とりあえず階段の上まで行く。よっしゃ。で、あ、こっちじゃないのか。こっちじゃなかったわ。逆だった、逆。進んで、もう多分ね、もう調べるものないと思うんですよ。こっちだったよね。はぁ、怖いーん、怖いーん、怖いーん、にゃーん。はぁ、うーわ。こうじゃん。参る！よし。あれ？違うか。あ、じゃあまだアイテムを見つけるのかな。まだ入手してないアイテムがまだまだあるってことか。どこだろう。これ？お、これを探る、もぎ取る。これは、あ、ま、間違えた。もぎ取るだ、もぎ取る。もらえるもんはまあもらっておくみたいな。まあそういう主婦的なね思考でねやっていかないと。
あ、水あげたいな。なんもないんだ。なんもないか。次はこっちの教室だ。参るぜ。もう何もないのかな。でって全部の教室っていうか、なんだっけ、この部屋を開けて調べていって、とりあえず片っ端からアイテムをねゲットしていきたいと思います。やばいな、ボスとさ戦うということはさ、コマンドをさいっぱいやっぱ入力していかないといけないわけじゃないですか。そのコマンドを1個でも間違えたら多分、待って、ここで一旦セーブしよう。セーブしすぎ？ちょっとビビりすぎ？いや、セーブは大事なはず。私は、参考にね、ヒカキン様のね、動画をめちゃくちゃ見てるんでね、セーブは大事っていうのはちょっとそれだけはね、分かってるんでね。あれ、もうないのかな？ここ怖いんだよな、なんか。なんかじゃあここ怖いんだよな。眠しもなかった。棚は？ああ。ここは？入り口。え？入れんの？入れるんかい！いやー、怖っ！めちゃくちゃ怖いんだけど。ここはわからんかった。干からびた死体がある。恐る恐る死体のあちらこちらを探ってみた。すると足元のツタの間に何か光る反射するものが落ちていた。お、あ、丸手鏡を手に入れた。やった。手鏡とくれば女性に使う道具だろうか。おわー、印はシンクか。シンクに染まっている。やばい。死ぬ。どこからか大きな音が響いた。同時に手首にまるで骨に食いつくような猛烈な痛みが走った。待って。来る予感がするんだけど。おい、聞いてるのか。はい、もちろん。まだ反応はしてくれる。しかしこの様子では、このままではいけない。動くんだ。その声は廃墟の中で虚しく響いた。やばい、排水の陣。待って、実績ロック解除。待って、セーブさせて。これで死んでも大丈夫。私は無敵だ。よっしゃ、行くぞ。待って、あれ、これ出られなくない？出られなくない？あ、出れる。よっしゃ。びっくりした。死ぬかと思った。マジで死ぬかと思ったんだけど、本当にやばい。もうね、いろいろね、もう吐く。待って、言葉にできないような感覚があった。夢の環境。待って、めっちゃ怖い。どこからかあのウサギが走り出していた。走り抜けていた。もう何言ってるかわからない。言葉が出ない。口が回らない。途中で立ち止まり、こちらの様子を伺うように振り返った。待ってくれ。ジャックバーだ。やばい、喉やりそう。ちょっと一旦お水飲ませてください。いきます。待って、ここ来ちゃったっていうことはさ、ボス戦じゃないの。それではボス戦やっていきたいと思います。キズの葵です。それは真っ赤なバラの花びらだった。入ってきそうなんだけど、待って、目が開けられないっていうか、エッチ。こんな巨乳だったの？待って。
気づいた瞬間思わずうめき声を漏らしていた。恐怖とも安堵ともつかない複雑な感情 から絞り出された声だった。うわぁ、めっちゃいい体してる。そんなこと言っちゃいけないか。そこにはバラのツタにとらわれ宙吊りにされた萌えの姿があった。なんで裸にする必要があったんでしょうか。はい、ここで、質問です。花彦くん、それはあなたの性癖ですね。くそ、こんなところにいた。うわ、怖っ顔。何かがおかしいのはつかさは何かがおかしいのか、つかさは指をさして微笑みを浮かべていた。しかし、囚われているのは萌えだけではなかった。あの警備員らしき遺体もまた津田の中に見え隠れしている。と、その時、萌えちゃんめっちゃ綺麗だったな。支えきれなくなったかのように津田がちぎれ、萌えは無残に落下した。やん、ちょっと乙女に、なんてことするのよ。好きに変わって、お仕置きよ。怪我がないか確かめるようにした時に、ふと萌えの印に目が目に入った。それは 脈打つほど赤く腫れ上がり、ザクロのように、怖い、自分の手首にある印で誰もじゃあまずの友達とか分からずで、追い詰められて、追い詰められ何かしようとして、何かしようとして学校に来たのか。逃げたわけじゃなかったんだな。めっちゃ怖いやん。とにかく何か着せてあげなければ。萌えのバッグからジャージを取り出し、計算されたかのようなジャージ。いけ、ナナスケ。あ、待って、めっちゃめっちゃ普通に現れた。あれ、おじさんだ、どうして。やはり萌えも司と同じように印の影響が進んでいた。詳しい説明ができるとは思えない。何より今は、よっしゃ来いや。来たよ、分かる、花彦くんが。分かっている。だが、どうすればいい。よっしゃ来いや。隠れる場所はない。もうこれは戦うの一択。戦っていく。コマンドを入力していく。鍵を集め、正しい方法で、思念を消すこと。それしか本来生き残る道はないのです。時には、よっしゃ行こう。これはもう頑張る。キュアエンド、絶対頑張る。私頑張る。私、日本人好き。しかし今手に入れているのはこのガラス蓋どもだけ。大丈夫。この鏡を見て、初めて見た時にはただのまともだった。だが今は彼がどうして生まれたのか少しは理解できる気がする。それを信じろ。信じるんだ。できる、できる、やればできる、できる、できる、できる。信じろよ、パーフェクトに。待って、同行者選んでください。え、つかさくんでしょ。だってさ、動けるのつかさくんしかいないよね。強引につかさが手を引き、その、両肩を激しく揺さぶって叫ぶ。おい、しっかりしろ、逃げ道はないんだ。おい、もっと熱くなれよ。出ました、修造。司は少し頼りない曖昧な返事を返してくる。だがそれで十分だ。だがそれでいい。ん？お、え、来る？来るか？来んのか？来るなら来いよ、来てみろよ。へい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 。やばい、面白くなってきた。皆さん見てますか？これがゲーム実況です。そっち大きい人じゃない。じゃあさ、大きい人だけ死んで。よっしゃ、花彦くんの方から下の、とどろく音が聞こえたとこ思うと、からの顔のすぐ横を小さくて鋭いものがシュッとかすめていった。ちぇ、失敗。次は逃がさないから。花彦くんってスカート履いてる。あ、そっか、女装趣味だったんだ。まずはこの、なるほどね、アンケー。カイとの対決、よっしゃ来た。これラスボス戦じゃない？カイと倒すには正しいアイテムを正しいタイミングで使う必要があります。主人公と同行者それぞれ一つずつ使用するアイテムを選択できます。今の状況に合ったアイテムを選びましょう。アイテムの使用制限。アイテムの使用回数があるので
注意してください。マジで言ってんの？これマジで言ってんの？おーい、アイテムの右側の数字が使用回数となります。またアイテムの中には怪異との対決で、使用できないものも存在します。連携行動、怪異との対決では2つの、アイテムを組み合わせて使用することができます。なるほど、それが連携行動です。ってことは司くんと私で別々のアイテムを持って、それを交互に使い分けて、応戦していくという天才的発想すごくない？頭の回転がもうぐる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 メリーゴーランドになっている。ちょっと面白いことは言えないんですけど、対決中でも、会議ファイルやアイテムの説明を見ることができます。 X でバッグを開きましょう。よっしゃ来い。ビニールシートと、これにして大丈夫。シートとさっきさこれで防げたもんね。 OK。 どう？どうだ？即席で作ったみすばらしい傘を構えた。さあ来い。なんかね、防御が必要だから。何それ、その傘すっごく邪魔。冷たく透き通ったその声からかすかな怒りを感じた。ごめんなさい。でもトゲを飛ばした。よっしゃ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 。待って、合ってるってことだよね。トゲが当たった瞬間シートが、やばいやばいやばい。シートを傘にかぶせ直さなければ再び飛んでくるトゲを防ぐことはできないだろう。待って、近づいてきたんだけど。いや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 、来ないで来ないでってば。傘にいらだったのが、花彦くんがゆらりと近づいてきた。もっと近づきたがれば何か打つ手があるかもしれない。ん、どういうことだ？もうちょい引きつけるってこと？待って、めっちゃ怖いんだけど。怪異を倒すには、特定のアイテムを使って弱らせる必要があります。弱らせるためのアイテムは怪異がこちらに最も接近した時でないと使えません。なるほど、怪異が、最接近した時は画面の外枠が赤く光ります。怪異が最接近してくるまで怪異の攻撃を防ぎましょう。なるほど、っていうことはさっきのでいいんじゃない？まだ使えるもんね。これ使えない使えない使えない。傘を開く。 OKOK、 はい OK。 これで傘をかぶせて OK。 さっきだってこれでさ、吹き飛ばして OK。 もう使えないのかな。っていうかもうこっち来ないで、めっちゃ怖い。顔怖い。待って待って、まだ全然だよね。使える使える。っていうか無限じゃんこれ。あ、手鏡じゃない。いいえ、あ、違う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 、これ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 、はい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 。
ばい、カイを倒す方法。弱ったカイに特定のアイテムを使うとカイを倒すことができます。これまでに得た、情報をもとに適切なアイテムを使用しましょう。アイテムを使えるタイミングは一回です。よく考えましょう。考える、考える。私、靴紅を取り出した。何したの？え、弱ってる。待って、これどうやって見ればいいの？分かんない、分かんない、やばいよ。助けて。ファイル見る。千代岡さんに、そう、これ覚えてたから、とりあえず、これを使えば応戦できると思ったからやったんです。さっき言わなかったけど、小学生の時に。稼げビルーズ。それで、あ、もう出てきちゃった。さらなら学校。どうすればいいの？一人が傘を開いた時に。わかんないんだけど、全然。よく考えろって。鏡でも使ってみる？なんか、だって、鏡の中にいたんだもんね。あったよね、鏡。鏡。あれ？ないっけ？え、鏡ないっけ？よし、手鏡と、どうすればいいんだ。待って、マジでわかんない。見せて、ボールペンで攻撃、いや、ペッパーナイフで攻撃だ。絶対これでしょ。行くよ、行くよ。あれ、待って。はい、行け行け。花子くんが出てる。花子はじっと自分の姿を見つめた。これ、赤いのだ。ずっとずっと探してた。ママの思い出。生前の記憶を思い出したのだろうか。彼は真っ赤な、唇でにんまりと微笑んだ。え、僕、綺麗？え、待って、花彦くんは笑顔のまま闇に溶けるように消えてった。え、やった、勝ったってこと？これ勝ったの？勝ったんだ。ウィナー？これ、キュアエンド？花彦くんの気配が消えた。え、これ紙じゃない？勝ったんだよね。ああ、信じられないが、倒せたらしい。ははやったー、やりましたよー。皆さーん、早坂七瀬が花彦くんを倒しましたよー。あーい、おじさん、見て、ほら、印が消えてる。マジか、マジか。え、これさ、動画的にいいのかな、これ。ねえ、これ絶対さ、なんか攻略見たとか、攻略を見たでしょみたいに思われそうなんだけど、こんなスルスル行くわけないでしょみたいな。本当に偶然です。もう皆さん、春日がやってきましたよってね。初心者なんですけれどもね。へ、もうやばい、力が出ない。浮かべた司が、記憶。確かにそこには印がなかった。おじさんの印はどうです？そうだ、自分の右手は。あれ、印は何一つ変わらないよ、姿でそこにあった。え、なんでよ、なんでよ。みんなだけ印消してさ、花彦くんさ、そういうことするの？このまま死ぬのか。は、見つけた。急に気分が良くなったと思ったら、印がなくなってたんだけど、これって、うまくいったんだよね。はい。
でもおじさんの印が消えないんです。ひとまず九条館に戻ろうよ。メリーちゃんなら何か知ってるかもしれないしさ。そうですね、おじさん行きましょう。つかさに手を取られ廃校の外へ出た。マジか。これ何章もあるってことか。一章ってことは、あれ、つかさがズボンのポケットを探っている。家の鍵がないや。さっき落としたのかな。つかさは困惑顔で校舎の本をちらりと見た。でもさすがに今はまずいよね。おじさん死にそうなんだし。行ってこい。あ、イケメン。え、ただし5分以内には戻ってこいよ。ほらさっさと行ってこい。あ、うん、分かってるって。つかさは校舎へ走っていく。なあ、優しいね、おじさん。まったくもう、急がないとダメなのに。ちょっとさ、さっきの下着姿を見てから萌えちゃんが直視できないのだったが。つかさの背中が小さくなり校舎の中へと消えた。あー、終わった。ドキドキした。その時校舎の方から初夏の季節らしくない肌寒い風が吹くのを感じた。え、待って。風が吹き去った後、自分の中には不吉な予感が芽生えていた。本当に司を行かせてしまってよかったのだろうか。待って、マジで言ってる？え？戻ってくよね。5分が経った。司は戻ってこない。何やってんのよ、司くんは。探しに行くぞ。マジか。マジで言ってんの？怖すぎる。玄関を通り過ぎ右の廊下を歩いていく。そして花彦君と戦ったタブーク的室の前の廊下へとたどり着いたが、待って、本当にいないんだけど。司の姿が見えない。おかしい、ここにいるはずだ。待って、あの時行かせてなければさ、そんなことにはなかったんじゃないの。おじさん切り替えの速さ。あれ？びっくりさせないでください。あ、実績のロックを解除しました。やった。防犯ブザーがあったら鳴らしてましたよ。そっか、小学生だからね。でもどうしてここに。遅いから見に来たんだ。あ、すみません、暗いから探すのに時間かかって。あ、おじさんがライトを貸してくれてたら苦労しなかったんですけどね。一応反省しているようだが口は減らないのは相変わらずだ。いつも通りの彼の様子に安堵し、全身の力が抜ける気がした。ほらほら、さっさと帰るよ。ああ、よかった。 H 小学校を出て車に乗り込むとすぐ九条館を目指した。よかった、ラスボス倒せた。ていうかみんないるね、よかったね。なんか、はあ、一回死んだ方が動画的には面白かったのかな。まあね、まあそうだろうけど、私はゲーム実況者なのでね、進むことを優先したよ。はっ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 。うん、あれ、この人ここにいたんだ。冴えない顔をしているがどうした。それがさ、おじさんの印が消えないの。なんだと？おい、どういうことだ。あの、おじさん、真下さんには僕と萌さんが説明しておきます。早くメリーさんに話を聞いてきてください。うむ、そうするよ。お帰りなさいませ。チューリカバリーガール、モノマネうまくない？これチュってね。怪異の恐怖を乗り越え、想念の解放に、成功したようですね。おめでとうございます。
いつもと変わらない口調のメリーが腹立たしい。頑張ったからだね。どこがめでたいんだ。俺の印はなぜ消えないんだ。それはあなた様に印を刻んだ相手が花彦くんではなかったのかもしれません。あ、そういうことか。メリーの宣告に意識が遠のいた。命を懸けた今夜の調査は自分にとって無駄だった。あとはただ夜明けと共に訪れる死を待つだけ。え、やだよー、やだよー。早坂様、ん、よろしければ印を見せていただけますか。え、なんかわかんのかな。メリーの前に印がある腕を差し出す。メリーの首がかすかに動き、じっとその印を見つめている。やはり間違いない。ほんのわずかではございますが、印から感じられる因果の力に歪みが生じております。歪みだと。花彦君を倒せたせいなのか。消えかけていたあなた様の命の灯火ですが、わずかながら明るさを増しました。マジか。それはつまり夜明けの死は免れたということか。さようでございます。やった、花彦くん倒してよかったんじゃん。てか今思うと本当に奇跡だよね。印は残っているが、ひとまず難は逃れたような。どうやら早坂様の印は私の知るものと異なるようです。ただ怪異に刻まれたものではあるのは間違いありません。それはつまり花彦くんの他にも印を刻む怪異が存在するということか。はい。やばい、めちゃめちゃお腹空いてきた。はぁ、腹減った、めっちゃラーメン食べちゃう。死者の、年、あ、なんだ、十、年根、年根から生まれた怪異は死者に、飽きなく憎悪を抱いております。めっちゃ怖いのいるな。なんかそのか、なんだ、よどんだ憎しみの念は聖者を殺すだけでは飽き足らず、死の淵へと追い詰めて、恐怖と絶望に染め上げようとする。それが彼らの望みなのです。めちゃくちゃ怖いな。そんなことしないでよ、お願いだよ。何もしないからさ。恐怖そのものを目的とする怪異。そっか、関係ない人を巻き込んでるわけだからね。怪異はいけないことだからね、ほんとね。どういうことかっていうことがわかるよね、もうね。早坂七瀬がこの危険事件に巻き込まれたっていうことは、もうやりすぎ都市伝説がやってきたってことなんだよね。はぁ、あ、疲れた。はい、怪異が、消えるとともに印も消えるのが悟る定めでございます。あなた様がしの、運命から逃れ、記憶を取り戻すにはそれしかありません。なるほど、怪異をね、順番に倒していって、自分に印をつけた怪異をまず倒して死を免れると。何章まであるんだろうこれ。すごいな、一章の濃さが。皆様もお疲れでしょう。今日はお休みくださいませ。お好きな客室を使っていただいて構いません。あ、休めるんだ。おじさん、今日はマジでありがとね。私、おじさんがいなかったら花彦くんに殺されてただろうしさ。でもおじさんの印のことを考えると素直に喜べないよね。じゃあお先に失礼するね。おやすみなさい。かわいいな、やっぱ萌ちゃん。萌ちゃんが推しメンかな、今んとこの。おじさんは僕の知ってる大人の中ではマシな方でしたよ。でも大人が子供を助けるのは当然といえば当然ですけどね。めっちゃ生意気やな。生意気だけど、こんにそんなところも可愛い。だがそれでいい。気合い入れて頑張らないと。おじさんも頑張ってくださいね。それじゃあおやすみなさい。おやすみ、つかさくん、萌えちゃん。
さてと、俺も休ませてもらおう。追ってた山が片付いたおかげでよく眠れそうなんだな。うん、あのものすごいクマなんでね、いち早く寝てください。真下さんは。そうだ、こいつをくれてやる。なんだ、安眠枕か。真下はくたびれたコートから小さく折りたたんだ、紙を取り出した。どうやら新聞記事のようだ。例の地下室で死んだ少年だが、祖父母に、あ、違うか、養母に引き取られる前は、母子家庭だったそうだ。母親は頭の固い、義父か、義父と義母か、義母義父か。腹減っためちゃラーメン食べちゃう。クラもうお腹空きすぎてね、もう頭が回らないですね。はい、もう早くねこのゲームを終了して、私は美味しいねほかほかのご飯を食べたいと思います。まあどうこれもう実況者としては最悪なこと言いましたけどね。花彦くんを倒した私にはそれを言う権利がある。印の消えた方についてですが、明日の朝九条館を去ってもらいます。印の運命から逃れた方には日常の世界へ戻っていただく。それは亡き聖様のご意志でもあります。ってことはさ、司くんと萌ちゃんは、萌ちゃんとあの探偵の人もそうなのかな、はいなくなって、多分また新しいキャラが出てくるんですよね。ミショーかなんかで自分だけ取り残されるというわけか。まるで落第生の気分だ。一番頑張ったのに。もしや早坂様、お一人だけで館に残るには不安でございますか。確かに不安だ。そんなことはない、メリーがいる。不安だけど、まあメリーちゃんがいるしって思う私は。うん、頼りにしてもらえるのはありがたいです。とはいえ私にできることなどごく限られたことですか。メリーはこちらの顔をじっと見つめている。何か考えているようにも見えるが気のせいだろうか。さて早坂様、あなた様もそろそろ休まれた方が良いでしょう。お休みになる時には私に お声かけください。それでは。なるほど、ここで一旦寝れるわけか。マシタが集めて、事件記事より他。一回目が終わった。寝るにはメリーに声をかけなきゃいけないわけね。何かご用でしょうか。本日はもうお休みになられますか。うん、今日はもう休む。おやすみなさいませ。よし、寝るわ寝るわ。とりあえず第一章、花彦くんカーン。というわけで皆さんありがとうございました。なんと第一章クリアいたしました。というわけで次回はここからやっていきたいと思います。第二章ね、頑張るぞ。